さん、回答ありがとうございました。タックさん、コペさんのお返事が怖くてお返事を聞くまで手汗が止まりませんでした。絶対偽物だと言われると思っていたのでホッとしました。モヤモヤが晴れましたということで、もうそれはね、別になカスタムドールなので全然大丈夫です。カスタムドールなんで、まあ、だ偽物か本物かはうちらはもう見てわからないんで今は、うん、現物を見てもし偽物かどうかっていうのは、うん、判断できる人がおるんだったらね、うん、見てもらえば、うん、オキもなんか正規品に正規品のボディがついてるんやったら全然それは構わないわけでね、うん、ジャンルとしてはカスタムドールやね、はい、うん、中陳さん、こんばんは、いらっしゃいませ。マスク塗ってて気づくのに遅れ、慌ててお風呂入ってきました。あ、いえいえ、マスクお疲れ様です。お疲れ様、やっぱり ね、うん、やっぱり何、うん、あの不天使というかな、あれや、不織布のマスク、うん、あれよりやっぱりね、手縫い の、 あのガーゼとかのマスクの方がええっていう、うん、子供やたらあっちがええって言うんよ。あ、そうですね、あの不織布のマスクはなんか最初になんかその臭いっていうんな、そう、ケミカル臭がね、そう、うん、もうそれはやっぱり気になるみたいで、そうそうそう、あれ飛ばすの難しいんですよね。そうやな、神田ちさ子さん、私もできるだけデフォルトのままです。唯一中高を迎えのルージュノワールさん、腰折れて立てないので可動ボディに変えようか迷ってます。あ、うんうんうん、あ、もうね、やっぱり古いボディになったらなんかたまに折れる時が出てきますよ ね、 そ う、 ね、うん、そういう意味ではなんかこうボディのチェンジというか、うん、でも最近なんかその可動ボディに変えるおかげで、うん、あのデフォボディを売りに出す人が増えてるから、デフォボディ売りに出とるから、なんかそれで間に合わすことができやすくなったかな。そうやね、ルージュノワール普通肌やから、最近普通肌って出てないから、レギュラーって、まあでも、うん、まあ、まあ服着てたら案外わからんかもしれない、まあ、フェアぐらいだったら全然いけるかなと思いますけどね、まあ、うん、ファニゴさん、ローザポリモさん、そうそう、ぜひ拒否してくださいね、うん、もう本当ね、あ、ユンさん、お久しぶりです、いらっしゃいませ、 ありがとうございます。モジさん、確かに数勝負だと公平じゃないですね、それだとニャパネットの方がいいかもしれませんね、すべてはご縁ですねということで、もうね、それ言っていただければありがたいんで、ね、ありがたいんですけどね、だからまあニャパネットの時は、うん、いつもより ね、あのコペが頑張って電話機1台、うん、オペレーター1人で頑張ってもらうっていうもうそこなんですよね、もうそれでなんかこう電話いただいてか、もうないですっていうのなんか辛いなとかも思いながら考えてますけど ね、ナナナドールさん、あ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、出遅れてしまいました。でも今もうね、もう相変わらず長話やってますので、うん、今年はお盆に遊びに行けないのが悲しいです、まあ、こんな時なので ね、 もう今はね、そしてコロナ太りしてしまったので、次回ワルソネコさんにお会いする時までダイエット頑張りますって、あ、私たちも頑張らないかんのですね、もう二の腕がタフタフしてきてしまってね、結構ねポケモン GO のおかげで歩いてるはずなんやけど、うん、なかなかね、そう、あとなんかもうお城をなんかマスクしてない人がなんか大量に出だしたので、なんかな、やっぱ丸亀城やっぱうちらよく歩いてるんやけど、うん、はい、ポケストップも多いし、ジムもね、はい、あの家から歩いて15分以内のとこに、うん、ジムが下手すりゃね7つかありますね、そのぐらいあるんやけど、うん、まあ、 やっぱり観光地やから、はい、県外の車も来るんよ、はい、来るなとは言わんよ、うん、やけどマスクしてくれっていうのはちょっと、うん、だから県外の人ってこっちに来たらうつらんと思うとるんか、みんなマスクしないんですよね、なんでかせんのよ、うん、でなんかこう走ってる人とか歩いてる人とか結構マスクしてないもんやから、ね、なんかね、私たちねマスクしてかい、なんか汗だくてかヒハーヒハーなりながら行っちゃうんですけどね、だからほんまな、でもなんかこうお前マスクせえやって詰め寄ったら、うん、マスク警察や言われるやんまあね、オーケー、まあ自衛するしかないですからね。俺子供とこう買い物とか行っておるときに歩いて行くやん、うんうん、でちょっと遠いとこまで行くの、コンビニ行くよったら子供歩くやん、うん、でやっぱり休みの日とか歩かしてやろう思って、うん、お城の横通って行くんよ、うん、車入ってこうへんやん、うん、って言ったら子供は正直やん、あの人マスクしてないって言うやん、うん、ほんだらちょっと向こうがなんか怒ったげな顔でこっち見るんよ、うん、ほんだらちょっとこうなんか怒られても鬱陶しいやん、だからこっちは優しくちょっと聞こえる横で、うん、もうな、まあ、なんとかくんって言うよ、うん、もうなんとかくんそんなこと言わねえ、あの人はちゃんと抗体検査を受けて通っとるからマスクせんでや、だからすごい人なんやで、へえそうなんだ、うっとるやんやんマスクやでそんな向こうがすごいなんか嫌そうな顔でもっとこっちを見るんやけど別にええよと思いながら、おーおーおー、うん、だって抗体検査を受けて、うん、抗体がちゃんとある人やからって言うてあげとるんやけ、うん、まあなあ、うん、だからまあね、だから部活動の子たちとか、あれ怖いわ俺というかね、あの丸亀城の中を部活のなんか
すんやめてほしいんよというか、ね、陸上部か何部か分からへんけど部活動の子たちがなんかこうあの横一列でブーは走ってくるのだけが一番怖いんですよね。あれはなんか普通に通行が怖いっていう。いやでもなあの横一列で6人か6人ぐらいが横一列で 100m ダッシュしてくるような、うん、その丸亀城内を、うんうんうん、危ないし、うん、マスクはしてないし、うん、だからむしろなんかその子供はなんかもう赤ちゃんが散歩しててもそう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 遠慮なくダッシュで来る気にそっちの方が危ないんですよね。あれなんか分からん怖いわ。うんまあねそんなのぶつかった時どうしたの。だってあなたも怪我するし、うん、その赤ちゃんなんか動きが予想できんのやから、うん、なあ巻き込んでもどうすんの怖いよっていうのは思う時ありますね、うん、で監督やめささんのななあほんまあれ嫌やわ。まあええわまあまあうん、うんスーマニアさんもみじさんそうなんですよね。私もおすすめ動画みたいなのに出てきてびっくりでしたって。あーあれですね。やっぱりね、うん、うんもうね。ファンニンゴさんローザパルモさん配達員さんには優しくねって、うん、もうねもうその辺はもうちょっとあかんやつはあかんって言いながらですけどもう本当配達員さんには罪がないのでっていうところですね、うん、水崎さんこんばんはいらっしゃいませ。ブライスカイも偽物ダメ絶対がモラルとして広がることを願います。本当ですね。そうやね。なんでか知らんけどねブライスの方は、うん、なんかブライスを好きで入ってきたはずやのに、うん、そっちに行くっていう方がちょっと他のジャンルに比べて多いかなっていうのがそうですね、うんうん、桃子の方ではありえんことが起こってんのよ。そうあと球体関節とかねあっちの方ではね、うんうんどうぞパルモさん、ファンニンゴさん、詐欺師とポチリ癖には気をつけますっていうことで、うん、うんうん、もう本当ね、まあ、騙してくるやつはどこでもおるわ。そういろんな形でやってきますからね。で京子さん、メルカリでボディは本物のブライス、はい、顔は IC ドールをカスタムしたドールをくっつけて売ってる人がいました。なるほど。それもすごい高額で許せないです。もうなあ、もうやる人はいろんなことしますからね。だからなんかね、ブライスカスタムして売ったら儲かると思ってやっとるやつっておんのよ。おる。うん。なんかね違うんですよね。なんであれ儲かると思うか言ったら買うやつがおんのよまた、うん、そうだから知らんと買う人もここ2年ぐらいは多かったし、まあ、で知ってて買う人も意外と多かったし、うん、だからなんかそうあの子供にはなんかこうこの高いのはなんか持たせられんからとか言ってか分かった上で買ってる人も多かったし、っていうのはすごいあったんです。それでお母さんが悪いとは分かっとるから、うん、その SNS とかには子供がこれ持っとることは載せんようにしてるんやとか言って、うん、だけどなんか負い目は感じるけど、うんこね、ちょっとうちの子はまだまだこんなんちゃんと扱えるわけないけんとか言って分かってカットも、うん、まあまあなるべくこう目立たんように遊んでるんやなとか、うん、だけどもう気持ちは分かるけどなんかなんとか中古のね、うん、ねえ、うんでまたなんか中古までタコになっとったじゃないですか一時。あ一時で、ね、それがまたね、うん、辛いとこでしたけどね難しいとこやな、うんまあ、だからなんでか知らんけどブライスの方って偽物が横行すんよな、うん、なんなんやろな、うんまあ、知らないからいうのが多いか、うん、そうだからなんか別のドールで会員いつもやってる人がなんかこう最近なんかブライス検索しててこんなん出てきたんやけど何これとかいうのこっち側に来た時もあったし、うん、偽物やで言うて、うんえ偽物が売れるんブライスってって言ったら、うん、いや買うやつおんねん言うて、うん、いやちょっと SD の方ではありえんわとか、うん、そうキキュポップの方ではありえんわとか、うん、アゾンとか DD とか、うん、他のドンドールのジャンルではなかなかありえんのよ、うんないですね、ましてやその何を、まあ、プーリップの方でもありえんことなんよなかなかないです、ねうん、だからなんかブライスだけなんでこんなにっていうのはあるんですよね。ゆるいと思われとんかな。あそれはなんかほんまブライスのユーザーって緩いぞ買うぞこいつらと思われたんかな、うん、もうそう思われとったらなんかちょっと悔しいとかありますけど ね, なんかね、うん、あ、うん、あれですねファニーゴさんローザパルマさんうんうんということで、うんうん、姫猫エルミルルさんこんばんはいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。おみじさんスーマニーさんあの方は今どう思っているのでしょうねっていうのはねいろいろなんかこう思ってるんやとは思うけど、まあ、あの方って多分2種類皆さんの頭の中には2人出てきてると思うけど、うんうんまあね、どっちもね、うん、だからまあその、まあ、よく向こうと一緒にやってた人、うん、公式とやってた人は、うん、まあ反省はしてるけど、うん、まあ元は戻りたいんじゃん。まあね、うん、まあだって、うん、まあ子供向けにやっとるからね、うんうん、
ローザポルモさん代引きでした、受け取り拒否しますということで、うん、その方がいいですね、うん、もみじさん、通販について悪そう猫さんの気持ちやご都合を考えてすみません、いやもう そんな風に気にしなくて大丈夫です、なかなかね、自分都合ばかりで良くないですねって言うんですけども、それはもうこれは、ね、皆さんそれぞれなんか思うところはあるんで、そういうなんか意見もいただいた上で私たちがなんかどうするかっていうのを判断しないといけないところにはなるので、結局まあ考えた結果、うん、まあニャパネットやりたいっていう俺の、うん、ニャパネットちょっと面白いからやりたいっていう、まあね、私もねちょっとなんか、いやでもこうやってね、うん、そのまた言うてくれるのは本当マシなんよ、ありがたい、あの中にはね、うん、あのもうちょっと、うん、あのいます、うん、あのなかなかひどいことを言うてくるんが、うんうん、まあね、うん、まあそれはね、うん、もうだからなんかやっぱりなんか私に優先して売ってくれないなんかクズですねみたいな言い方をする人もおるし、うんうん、まあ いますで、うん、あのうん、うん、けだいたいね、うん、まあ、うん、ある一人取るやつやわ、うん、まあまあそれはもう置いとく、それは置いとくけど、まあたまにもう、はい、あのこいつ本当にこのまま野放しにしとったら、うん、こいつ自体が、うん、なんか捕まったりすんちゃうと思う時あるもん、うん、こいつどこに行ってもこんなこと言いよんかなと思うもん、うんうちの店だけに文句言うてきようやったらまだしも、商品が買えんかったとか、うん、商品が思っとったんとかちゃういうだけで、うん、こんだけ人に文句言える人間って、うん、多分いろんな店に言うてんのよ、っていうかね、あの他の店からも何件か話が聞いてて、だからなんか同じ人かどうかは分からんけど、なんかちょっと似てんのよ、なんかうわなんかそれ聞いたことある感じするわっていうのが、ほんでそのいつけてる集団というか、うん、あるのよ、うん、その人らの分の相談っていうのを、うん、ましてやその関東の方からも聞くし、うん、その一つというか、うん、その橋を渡ったとこの、うん、とある地区からも聞くし、うん、でもしかあのまたは東京の方と違う方面のとこから、うん、あのその集団がねとかいうのがあって、だからたまたま話してその話になってから、えそっちもそっちもとかいうのがあって、でも話を聞けば同一人物じゃないんよ、だから何人かおんのよ、そうだけやっぱり、うん、やっぱりそういうやつらっていろんなとこにかけとんやなとかいうのが、うん、聞いてたらなんか同じな内容というか、うん、特徴が、うん、で大体いけるのよ、そう、うん、だからそれを名乗るんですよね、それを名乗って、うん、なんか偉いんやからみたいなこと言うんやけど、ちょっと恐ろしいですね、いやいやそれはなんなんよって言うて、まあ、まあ それが免罪符になると思うなよっていうのが、まあまあうん、まあ置いときます、後で P 入れるわこれもやっぱり、うん、やっぱりこれ P が案件ですよ、うん、もう、うん、はい、ララミサさんこんばんは、いらっしゃいませ、ジャパネットとはどんなことをされるのですか、なるほど、ね、ジャパネットのねあの YouTube でいきなり、うん、あのブライスを売りました、うん、そうやね、うん、商品紹介して、そう、あの電話1台オペレーター1人で対応して、うん、あの電話で通販ができるっていう、あのブライス、ワルソネコの過去の動画に、はい、ニャパネットって入れてくれたら出てきます、うん、出てきます、多分ワルソネコ、半角開けスペースニャパネットで、というかニャパネットだけで出る可能性ある、そうね、あるなね、まあそれが1回だけやったんですね、もう本当に突発です ね、 ね、 すね、はい、MMM さん、タックさん、コペさん、最近 AM4 時起きな、あ、午前4時起き大変、寝落ちしたらごめんなさい、お大変、布団の中でラジオのように聞かせていただきます、ありがとうございます、パンリンゴさん、以前タックスさんのヘルメットに置物スタイルがかっこよくて、そんなスタイルをお写真見てみたいです、楽しくアレンジプププ良いですね、ということで、うん、またそれもやりたいですね、あとタックスまた、うん、そろそろヘルメットの制作の続きを ね、 やらないとっていうところに来ているので、今年はなんか梅雨が長かったからなかなか再開ができなかったんですけど、そうできんのよ、うん、でかいなこう梅雨が明けたと思ったら夏休みに入るっていうね、うん、まあそろそろやっていきます、あとうちのコンテンサちゃんいつの間にかお顔があと心配になりましたが、アナイさんの存在を聞いて安堵しておりますって、もう本当ね、そういうのが万が一の時になんかこう何とかしてくれる人がいるっていうのは安心はありますよね、うん、今あの YouTube の方で検索を、うん、あのニャパネットってカタカナでやればうち出てきましたんで、よかった、それで多分あの企画の内容が理解できると思いますので、そうですね、もうあれは本当突発でしたからね、突発的にやってみた実験的な分やけど、うん、なんかちょっと一つの販売方法として、うん、まあ今のコロちゃんの時代これでやっていくしかないんかっていうところもちょっとは考えて、うん、あとやっぱりなんかこうイベントをするとき、うん、そのドールイベントがなくなって、うん、やっぱり作家さんの服とかあるやん、うん、はい、それをこういうふうな形で売る方法はないんかなっていうの、うんうんうん、
まあ、一つの実験でしたね、うん、あ、もみじさんやっぱり金鯉が22匹やったんですね。あ、いいね。個体値 100% すごいですね。 100% の方が羨ましいですということで。いや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 、でもね、金鯉私たちもなんか結構なんかこうガサガサ取ったんですけど、そうそうそう、なかなかな、あの金のやつになったら個体値が低いっていうのがね、もう常ですよね。そうそう、だけど CP いけるなと思ったら、うん、あの攻撃に防御3、うん、ヒットポイント15、なんやこれとか思いながらよくあるやつです、使いにくいなとか思いながら、はい、うん、ローザパルモさん、ワルソさんのブライスのバイクの乗せ方の動画トップページに上がってきたので見ました、参考になりました。あ、いえいえ、またね、それで見せて、ありがとうございます。見てなんかね、もしオートバイのあの大きさのがあれば、うん、それで乗せていただければ、うん、写真撮るときがすごい面白いんで、ですね。あ、深見渚さん、頑張って描いたイラストがパクリだの偽物など言われるのは辛いものですよねって。あ、それはね、松代まで呪われる過去が終わりのようだってね、だからあの、そう、あの明らかになんかパクってるタイプのやつが、うんうん、向こうがなんか剣術使用してくるパターンとか、なあ、ありますね、いろんなのがあるんですよね、うん、でなんかこう全然なんか関係ないところからパクったやろとか、とかなるのもあるしまあね、だから文句を言いたい、文句を、その人の趣味は文句を言うやわ、うん、それしか考えられんもん。もう本当になんかあの本当になんかこうやってない時にはなんか気にしないで行きたいんやけど、そうそう、そういう人は声がでかいから鬱陶しいっていうのもあって、俺は前にもお客さんの話をって言ったんやけど、うん、あのもう私なんかあったらすぐ考えて悩むんよっていう人に対しては、うん、あ、それ分かる分かる、あなたの趣味は悩むのが趣味です、嘘んっていうかだから文句ばっかり言うてくるやつは文句言うんが趣味のやつやなこいつと思って相手するしかないもん、うんうん、それはありますね。ははー、こいつ趣味文句やなっていうあります、うんうん、あ、ヒロさん、可動ボディはスタンドでしっかり立たないですよね、くねくねしてダメな時あります、足首とか動かなくていいと思います。やっぱりね、これだけ頭が重いっていうのが他にないので、だからもともとそのあのピュアニーモボディというか、うん、まあ、アゾンのその可動ボディってあるやん、もともとそのサイズの頭を乗せる予定で作ってるから、うん、そう、だから耐えられるようには作ってないんですよね。だからその何、ブライスと同じ感じで言えば、うん、まあ、ジャンルが違うんだけど、ネンドロイドドール、ネンドールに関しては、うん、あれもブライスと同じでめちゃくちゃ頭重いんよ。そうですね、結構あれ足首なんかグニャンと曲がるな。あ、朝起きたらなんでこいつブリッジしてんのっていうのがたまにありますけど、たまにあるよな。でもなんかあれはなんかそのサイズの頭にはなんか耐えられるようにある程度作ってるじゃないですか。ブライスの場合はというか、あのピアニーモのボディの方はそれでないからね、オビツの方の、うん、あの部分も。そうですね、オビツにしてもですよね。そうそう、だからどうしてもなんか自立できないから、なんかうちドールそのボディ交換してるの持ってきて、うん、うちのは立てないからっていうことで座らせて並べる方とかもおられるし。あ、それはあるね、うん、それはやっぱりいつも見ますね。見るな。せいこさん、こんばんは、いらっしゃいます。見ようかと思ったらライブされてるの気づいて目が覚めちゃいました。いやいや、それはもうあの大丈夫、あのアーカイブはあの後日残しますので、まだ、はい、うん、眠たくなったらもうちゃんと寝てください。もう本当、ね、初めにも言いましたけど、うん、あの立つより座る、座るより寝るやから人間はもうそうですね、カオさん、昔ありましたね、赤信号みんなで渡れば怖くないっていうのって。もう本当それになったら困るんですよね。だからその何を、うん、その偽物を販売してるその、うん、いろんなところで売ってるとかじゃなくて、うん、偽物をカスタムして売ってるやつと偽物を紹介して、うん、偽物を買うんがいいですよとか、うん、そういうのを全部あのショッピーで行けばええやん、うん、そっち捕まえる方が早いもん。多分早いですね。マジで、うん、もうその方が多分勝負は早い。そうそうそう、うん、だから偽物紹介する動画とか、うん、あれ全部あの本家の方が警告文入れてったら、うん、そうやね、多分取り消しになるから、うんうん、本当やいけると思うけどな、うん。京子さん、別の YouTuber さんも偽物カスタム動画上げていて、Amazon などで買う堂々と宣伝していて腹が立ちました、一度除去して、うん、いや一度非公開にして、うん、をやめてからもう一回方です、うんうん、ですね、うん、だからなんかこう消さずになんか非公開にして握っとったんですね。そう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 、うん、あれ消去してしもたからね。そうなんよね、うん、まあ頑張れよなあの人もねもうもうお金なかったら生活できんは分かるけど、うん、その手段を選ばんのやったら、うん、それは YouTube は手段選ばんかったら今日やって捕まってたやん。ああ、おりましたね。ね、あの駅の中の、うん、ね、トイレの中で、あ、なんか変な音声を流して、うん、撮影中というか、うん、あの公開する前に捕まるっていう、うん、まあ、やらかしてましたね。まあ、いろんなのが手段を選ばんっていうのは確かに、うん、まあその場合によっちゃ手段を選ばなかったことが、
後で褒められることもあんのよ、うん、その決死の覚悟で潜入捜査しましたとか、あそういうてのその極秘の映像を手に入れて虐待を受けてましたとか、うん、あまあそういうのそういうのがあるやん、うん、学校内で実は暴力がとかあるやん、うん、ありますね、本当は学校内でカメラ持ち込んで撮るっていうことは禁止やけど、うん、これによって、うん、そのすごいもう悪いやつが捕まったとかありえるけど、うん、それはまああるやん、はい、ルールを破ってても、うん、やけどちょっとちゃうからな、違いますね、うん、神田千佐子さんありがとうございます、探してみますって感じ、うん、少しでも、うん、お役に立てれば幸いです。神渚さん SNS の匿名性って本当怖い、顔が分からなければ何でもいいっていいと思っているのだろうかっていう、本当にそういう部分はありますね。うちらは2人その、まあうん、コペとタックスの方ですけど、うん、なんていうかな、 SNS に書くときっていうのは、うん、その書く文字を、うん、あの大きな紙に書いて玄関の前に2日間貼っても恥ずかしくない言葉を書いてます、うん、もうそれが基準にしてあります。それが基準、もうあの今からあなたが通語訳言葉は、うん、玄関の前に貼って恥ずかしいかどうか考えてくださいっていう、うんうん、そういうとこですね。ファニーゴさんにゃーぱネットにゃーぱネット、そうです今度は参加してみたい、オペレーター様頑張っていうことで頑張りま す, まあ、ね、頑張ってもらわなかったらな、うん、電話がちょっとね、うんうん、ちょっとずつ私も電話に復帰しつつありますので慣れていかなくちゃいけないんで、うん、そうですね。シャンプープーさん、偽物と本物の問題は決着がつかなそうですね、複雑な気持ちです、カスタムも偽物に入るのか線引きが分からなくて混乱です、本物とは何なんだというと、ね、カスタムは偽物ではないですけど、うん、大昔ブライスが出たばっかりから2年3年ぐらいまでは、うん、禁止行為に入、禁止というか、うん、じゃあな、CWC の方は認めてなかったっていうのが、うん、事実やね、そうですね、うん、だからカスタムしたものにブライスの名前を使うことがいかんかったっていう感じかな。で本当に、内容証明というか、うん、弁護士さん通して書類が届いてました、うん、大昔は、うん、マジで ね本当に、うん、そういう時代もあります。それがコンテスト始めて、なんやカスタム OK やんけ言うて、うん、今までやってた書類なんやねんって感じで、うん、でもカスタム認めて、ほんでカスタムでまあ売り上げ上がってカスタムコンテストしてなんやかんやしてて、うん、いやな、そうですね、うん、ほんで今は、うん、その偽物が出てるっていうことプラス IC みたいなのが出てきたから、うん、より複雑化じゃないけど、複雑ではないけど、うん、その公式がアナウンスしてくれりゃ、うん、ええのんから。でもね、あのお店その店舗の方には公式から、うん、そのこういうのを取り扱うなっていうのは来てます。来てますね、うん、うん、やけんあれをもうちょっとね、うん、メーカーが言うてくれたら ね、 そうですね、メーカーっていうのはタカラトミーもやけど、うん、あの CWC もその YouTube チャンネルで言うやええんやけどね。そう、あとはなんかせっかく公式ページがあるんやから、そこで買いな、こうそれは買わないようにとか言うてくれていいんですけどね。うん、はっきり公式が言うてくれたらなんかこう動き方もありますから、まあね、うん、名指しで言うてええと思うやけどね、うんうん、本当に、うん、ほんま、うん、今度言うとくわ、ほんまや、うん、お前頼むから言ってくれよっていうのは、うん、猫地田さん、ポケゴーしたくなるブライスラジオ今日もね、せっせと闇闇とってましたからね、そうやね、金の闇闇は出なくて出んかったな、闇闇はね、うん、捕まえにくいよあいつ、あれね、すぐ飛び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 するあいつにハイパーボール投げるのちょっとムカつくよもうすぐ吹き飛ばしてくるんですよ。そうそう、もうまあまあそれはええわええわ。トムトムさん、リサイクルショップでデフォボディとスタンドで700円で売ってました。はい、スタンドが欲しかったので即ゲットしました。お買い得。それお買い得ですね、うん、それええね、うんうん、なんかね、色移りとかした時とかね、そうボディはね、替えがあったら助かりますからね、うん、神田千佐子さん、私はウォーキングしたいのですが、田舎すぎてイノシシと鹿が怖くて歩けません。あ、イノシシは危ない、イノシシは怖いで、うん、イノシシね、意外と山を降りてきてから長距離移動するんですよね。そうやね、暑すぎたら、うん、あのよく降りてくるらしいよ。そうで、なんかうちの方でもなんかあのあるなんかショッピングモールになんか出たとか言ってから、ね、そう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 、どうもなんかあの山から降りてくる軽トラに乗っとったらしくて、山の方から来たおじいちゃんの軽トラに、うん、後ろにイノシシが乗っとって、うん、車が走ってしまって、イノシシがえっていう感じで町まで降りてきて、何ここ、何これ、おすごいショッピングモールだ、ウヒーって走って逃げるっていう大取り物になったっていうのがありましたけどね。そうそうそう、もうね、あの辺はもう なんでイノシシがあんなとこにっていう、そうそう、あれね、トラックに乗ってきた、ね、トラックに乗ってきたっていうか、あーっていうのがありましたけどね。ファニーがタックスさん、マスクの件遊んでますねっていう、あ、うん、
本当。カオさん、どこかのサッカーククラスター発生してましたねっていう。ああ、してますね。あれは ね、対戦した、まあ、高校生の方は、うん、香川県でもね、あ、試合してましたね。4試合してますんで、うん、まあでもね、ちょっと心配ですね。なんていうんかな、高校まで特定されて、うん、それでいて、うん、なんていうん、寮の入っとるや、うん、で強豪校や、あ、うん、でなんかその校長が謝るっていうのはまあわかるけど、うん、なんかね学生たちが気をつけてないとか、うんうん、無理やろ、うんうん、なかなか親元離れて生活しとって、まあね、でまあルールは守ってやってるとかやってないとか、うん、いや食べるとき近づいて食べてたとか、うん、日頃から手洗いやっとるけどいや守ってないもんおったとか言うけど、うん、もうそれ言い出したらな、そう、うん、だからその A 年のおっちゃんが、うん、そのまあなんていうこのあるやん、うん、お店とか ある、あそこ行って、うん、映っとんとわけがちゃうやん、違うな、うん、だけん、まあ、毎回毎回あれに出てくるあのどこそこの何そういうお店でクラスターがっていうやん、うん、お店の名前が発表されるやん、うん、毎回それでちょっと人笑いするんよ俺はおもろい名前の店やな、もうセンスあるんかないんかわけわからんわ、まあまあその辺は置いといて、ね、それはちょっと笑えるからねっていう、うん、でもあの高校生の分とかは、うん、なんか避難するのはかわいそうやなと思うやって、うん、だって、まあね、あの学校のスケジュールで与えられた分で試合ができ、うん、でも試合がある頑張ろう練習試合けどお前ら頑張ろうぜ、うん、勝ちたいな、うん、で行って自分たちがなってましたって言って、うん、あいつらが移したんやって言われるのはなんかかわいそうやと思うよ、うんうんね、で100点でずっと守れるわけじゃない、うん、うちらも100点満点でコロナを封じてるかって言ったら分からんのよ、うん、そう、うん、そこはね、ジャンプープーさん、子供って素直ですよね、小さい子供に目の前で太ってるねと言われました、おお。ゆう子は言いますからね。いや全然言いますよ、うんうん、もうねもう油断ならんところはあって、そうそうそう、うん、深見渚さん、マスクつけられない理由があるかもしれないですよっていう、そういう方も実際おられます、います、うん、うん、そういうのはなんか、うん、もうその体調が悪くなるとかそういう方もおられるし、うん、あとはね、うん、あの精神的なもので、うん、口を塞がれるのが怖いっていう方もおられます、方もいます、うん、だからそういう方がいるのもなんか配慮しないといけないしっていうところはあるんですよね、うん、母さんさん、質問に答えてくださってありがとうございます、いえいえ、もっと聞いていたのですが明日も仕事なので、あ、お疲れ様です、おやすみなさいませ、おやすみなさい、ありがとうございます、あ、楽しい嬉しいさんもおやすみなさい、 ありがとうございます、もうゆっくりしてください、もみじさん、神田さん、またアーカイブしますんで、もみじさん、神田さん、イノシシと近わかります、私も田舎なので夜運転すればナイトサファリ状態です、あ、あるあるある、ありますね、私もなんかあの実家はここから30分ぐらいのところですけど、なんかこうイタチが走ったりとかありますんで ね、 いや俺もね昔奈良でね、うん、オートバイとかで走って夜撮影しようかなと思って行くやん、はい、でこう信号待ちでね、うん、オートバイで待っとんのよ、はい、ほんだら気がついて横に鹿が並んどるっていうか怖いよ怖い、それ気がついたら並んでる、それは 怖とか思うやって静かに来るんです、びっくりすんやってねえ、ゆき A さん、マスクするしないは難しいですよね、で家ではしてほしいですけど部活帰りの学生さんとかつけてなくてこの暑さですつけ絶対つけなきゃダメとも言えないしってい う、 なんか ここまでの時期になんかこう部活せなあかんかって思う時もあるんですけど、だから俺だけ、うん、これは笑い話として捉えてね、うん、運動する人を批判しとるわけじゃないよ、うん、だから、うん、俺もその何て高校時代とか勝利事件簿部入ってたんよ、はい、でも部活の経験はあるし運動部で、うんうん、もうめちゃくちゃそのまあ、格闘技や、うん、でやってて分かるんやけど、うん、あの好きでやってるんよ、あでサッカー部とかいろんな部もあるやん、ハンドボール部とかあるやん、テニス部もあんのよ、うん、練習きつい野球部と か、うん、だからそいつら一様に雨が降ったら部活中止になる場合があるやん、うんうん、少林寺拳法の場合は道場でやったり体育館でやるから雨が降っても関係ないんよ、うん、関係ないな、ほんだら雨が降るやん、うん、ほんだらちょっと体育館の端の方の屋根があるとこで、うん、みんなが待っとるユニフォーム着て、うん、で今日部活あるんかな、雨やけん休みになるんちゃうかっていうのや、うん、野球好きでやっちゃうやろ、そうや なで、おいおいバー出してくよ、今日部活中止やってやったーって言うんや、お前野球好きちゃうんかいっていうか野球好きやったらええやろがっていう、まあな、だからなんかちょっと休憩続いてやったーになっとるかもしれんし、うん、まあね、だからでもまあ、うん、ずっとないって言ったら、まあね、面白いやろな、うん、まあね、それなりには気持ちはわかる、うん、だからうちんとこもすぐ近くに中学校あって部活しようとか大変やな思うよ、うん、で帰りマスクせんと帰っちゃうよ、暑いとか吹きながら、うん、中にはマスクしとる子もおるけど、うん、マスクちょっと浮かしながらフーハーフーハーやっちゃうよ、まあそれは暑いですからね、でもそれが来た場合は、うん、うちらは何をするかって言ったら、うん、もう避けるっていうのが、うん、もうそれだけですね、うん、だってマスクしてない人が来た時は、うん、避けれるやん、うん、
うん、だからもうそれで対処かなとしか、もうね外ではもうそれですよね。だけどその小学校中学校とか高校生の子はマスクせんと話しながら向こうから来た場合は、うん、何も言わへんけど、うん、うちの子供がおっさんが来た時だけ言ってくる、お前ええタイミングやなと思いながら文句言ってやったっけ。まあ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 ね。いやここまで行ったかな。分からなかった。神田千佐子さん、もみじさん怖いですね、車で出会うのも怖いのにっていうのはもうね、うん、動物系はね本当びっくりしますよね。いや本当にね、うん、あのちょっと乗っとったらね足音とかせえへんのよ、アスファルト歩きようもんから、うん。ナナナドールさん、丸亀城はそんなことになってるんですね、外なので暑いですしマスク外してしまうのかな、まあそれはあると思います、ね、でもね、高知は広め市場が大変なことに、県民はウイルスの巣窟といって誰も近寄りません、はい、うん、なやっぱりね観光地っていうのはそれになりがちなんな、なりますね、うん、深見渚さん、 SD では偽物裁判怖すぎですブルブルっていう、あ、ね、もうやっぱりそういうのをなんかこう公式が動くかどうかとか、そうやね、そういうとこにはなってきますよね、うん、冬までのセミさん、こんばんは、いらっしゃいませ、ファンニングさん、他の道路でありえないということは簡単に売り買いされていないということなんですかね、ブライスさんは買おうと思えば金額云々言わなければ購入できますもんねっていう、うんうん、だからまあそのスーパードルフィーとか DD の世界とか、うん、はい、いろんなその球体完成って言われるとこ、はい、まあ、よく言われるソウル道路の部類とか、あと、うん、ドルクか、うん、まあそのまあ、完コピされた道路が存在するのは事実なんよ、プレートまで詐欺ってるやつもあんのよ、うん、やけどあのやっぱりね、うん、ユーザーがその目が超えた人が多いっていうのと、うん、あとなんかこう注意喚起が舞う方が早いですよね、早いよな、あそこで売ってるの偽物やでみたいな、なんかさーっと回りますよね、ユーザー同士で連絡するのは SNS で、うん、ようできとるけどあれちゃうでとかだけ、偽物って言うて分かった人がすぐ SNS で回すんな、うんうん、あれ偽物、うん、ヤフオクの ID ナンバナンバのあれ偽物、うん、注意してください、買う人、うん、初心者にも教えてください言うて、うん、SNS とかで回すんだみんなが、うん、本当にでもブライスの方は、うん、ないよな、ないですね、うん、でうちらもそれを言うつもりはないのよ、うんうん、確かにね、だけどなんかすごいよな、うんうん、あと神田千佐子さん、ニャパネット待ってますということで、また、うん、またね機会があれば、うん、ちょっと段取りを組んでいけたらと思いますね、数作らんかったらね、うん、あれ楽しい、ウゼシさんこんばんはってなってるけど、また帰ってこられたんかな、帰ってこられたかな、お帰りなさいませ、お帰りなさい。ペニーワイズさん、ニャパネット前回逃してしまったので楽しみにしています、あ、まあ、買わなくてもね雰囲気が面白いと思っていただければ、うんね、楽しんでいただけたら嬉しいですね、うん、猫島さん、キャスト界隈は魔女狩り状態で怖いですよねということで、あ、うん、まあでも、うん、悪いことしてるやつが、うん、で一番困るのが正直、うん、うちらにも相談はあったんですけど、うん、まあ、ドールの名前は言いません、はい、ブライスのドールです、うん、でそのあるドールを買って SNS 載せてたら、うん、それ偽物っぽいって言われたっていう、うん、全然本物やったんですよ、全然本物なんですよ、うん、もうけどなんか顔が違う気がする、偽物やっていうのをずっと食ってかかられてて、そうそう、でなんかこうこれ本当に偽物ですかっていう、じゃあこことこことここの写真を撮って送ってくださいって言ったら、はいはい、そしたら全部送ってくれて、うん、何やったら中身も全部写真撮りましたって送ってくれて、そう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 、ほんでなんかこう全部本物やって、うちらが見る限りは、うん、まあ 100% にかなり近いと、そう、うん、でなんかこう、うちに本物があるからそれと比べてみましょう、全部これ本物ですねって言って、でそれは本物、それは偽物作られてない道理やから大丈夫ですよって言ったんやけど、あの細部を見る限り、うん、うちが偽物と決めるときに見るところを見ても、うん、全部その条件は、うん、そのクリアしてんの、偽物じゃないっていう方がもう 100% と生きてぐらいの分やけど、うん、いやこれは偽物じゃ、あなたの道路は偽物じゃないですよって言ってあげたのに、うんうん、それでも相手は、うんうん、悲観かったんですよ、ね、なんか悲観って言うんな、いやでもなんかこの人これだけ言うてもなんか偽物だと思うって言い切るんですっていうのが、なんか顔が違うって言われるんです、だけどなんか雰囲気だけでこうやって言われてなんか辛いっていうのが、うん、なんかそんでかまたずっとなんかこう違うよって言ってるのに追い回してくる、追い回してくるっていうのがおるんな、あれはちょっと困りますよね、怖いよな、うん、だから自分の中の決め事があんのかな、うん、かもしれんですね、なんかね、うん、もみさん売ってくれないからクズなんだそりゃっていうのが、いや今本当にねあるんです、うん、ファンニングさん、タックスさん、 PP 案件カモーンっていうのがあんまりねなんかこう PP もなんかやりすぎたらね、後でなんか全部編集してしまわないかなんですけど、編集はしますけど、うん、まあ、だけそのさっき言ってたある一定の分のやつは、うん、あのぶっちゃけね、うん、
マジで一時ちょっとひどかって、うん、これはマジ、まあ、弁護士に相談は行ったんですよ、ぶっちゃけの、あの、うん、無料相談、無料相談の時に行ったら、うん、前にもこれだけあの、うん、まあ消してやったけど、うん、まあ本当にその人逮捕されますよと、うんうん、まあね、でもしこれひょっとなんかあってからでは遅いから、うん、あの警察に相談することも可能ですよって言われたけど、うん、そのブライス好きから逮捕者を出すのは俺たちは望んでないのよ、うんうん、まあ、ちょっとね、それはいや別に今はせんけど、うん、何かしら今度場を言うてきたら、うん、やりいいかなと思う時あるよ、あるね、うん、こいつは本当になんか大丈夫かなと思うもん、うんうん、まあね、まあまあそれは置いといてと、うんうん、ララミサさんにやっぱネット後で検索します、ありがとうございます、お願いします、お手数ですけど、うん、ローザパルマさんにやっぱネット前回いつ電話かかってくるのかドキドキして楽しかったですまた見れたらいいなと思います。1回目はね本当にこの電話かけていいのみたいにみんながなるのがね、そうやね、だって番組で ね、 でね電話番号を公開してから何分間かかかってこんかったけん、うん、間がありましたもん、ね、間があったもんな、なんかあの最初のなんか1本目を誰がかけるかみたいになってましたもんね、あのね、なんかペンギンがあの高い棚のとこから海に飛び込むんで誰が行くんや誰が行くんやみたいな感じでほんまにかけた人出たみたいになってましたもんね、そう、 そう、 そう、 うちらもびっくりしてみろ、かかってきたどうしようとか言うなAA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 A
買い与える選択肢は花からなかったのですが、うん、姉妹のためダブル買うことに躊躇してしまいました。悩んだ結果、私のブライスちゃんたちを触らせるという結論に至りました。その結果、髪がすごいことになり、私の雷が何度も落ちるということに。あ、いいね。今ではブライスの関心もなくなりホッとしています。あ、一時的なものやったんですね。一時的なもんか。そう、それも実際あるんですよね。まあね、うちがよく言う、うん、子供たちが欲しいのは、うん、ブライスなんですか、うん、それとも YouTuber と同じものが欲しいだけなのか、うん、お母さん考えてくださいよってやつやね。もうそれに近い感じですよね。だから一時的に興味がガッと出てっていう。悪いことじゃないよ、うん、子供の、それはいいんです。子供の見聞が広がるっていうことは、うん、あの子供にとってすごくいいことなんで、うん、でもまあちゃんと怒れるっていうのは、うん、いいことです。いいし、うん、怒る機会があるっていうのは、うんうん、子供にとっても、うん、こういうことやったらダメなんだなとか、うん、大事なものをこうやってやったらダメなんでっていうのが、うん、覚える機会にもなったから。まあだけその人形の髪はね、うん、なんとか戻るかもしれんから、うんうん、あ、深見渚さん、玄関の前に貼れるくらい綺麗な内容のツイートが少ない気がする。やべえやべえっていういや、まあだけどそのプライベートなことに関しては、うん、なかなかね、うん、そう打ち合って何よ、うん、今日はいっぱいなんか、うん、体にいいうんこが出ましたとか、うん、それは家の前に貼れへんやんか、うん、いやもともと言わんやん。いや言わへんけど、うん、そのそれは貼らないけん、それと同じやん、うんうん、あ、ファンニンゴさんが、あ、深見渚さんだ、こんばんは、アイコン変わったかな、いいですねっていうのが、うん、ね、そうそう、あの今の深見さんの、うん、アイコンちょっと可愛いですよね。そうそう、うん、ゆきえさん、おじいちゃんの軽トラに乗ってきちゃって、イノシシの方もびっくりっていうのいや、本当ね、マジでな、ね、急になんかショッピングモールの駐車場でふわーってなったらね、何ここっていうんがなりますよね。おいおいおい、なんだよこの立体駐車場とかいや立体駐車場には上がってなかったみたいですよね。上がってないと思うけど、なんか近くの田んぼとかでオートにも乗ってたみたいなんでね、まあ面白いよな、うん、あ、もみじさん、闇ラミは私も出なかったです。あ、スポットライターはポポしか出たことないですっていう。はあ、でも今日コペ色違い2匹取ったんな。ヤジロンと豆パトでしたね。の、うん、あれよかったな。いやいや、なんかもうあのボールがなんか自動で取ってくれるやつで気がついたらね豆パト入ってたんで、うんうん、あれ色違うゴールとか思いながら、うん、カオさん、軽トラにイノシシアニメにしたら笑えるかもイノシシ都会に行くとかいやでもほんまにイノシシの方からして、うん、あれ軽トラ動いたと思うやろな、ね、あ、神田千坂さんもイノシシ賢いですね、以前動画で海を渡るのに泳ぐんですよね。そうそう、泳ぐし泳ぎ達者ですよ。だからなんか島とか普通に移動するんですよね。そうそうそう、あ、深見渚さん、やっぱりアイコンこの前変えたんですよね、うんうんうん、ヒロさん、朝5時起きです。 お疲れ様です、ありがとうございます。な、いやいや、おやすみなさいませ、ありがとうございます。まあね、みんな休みじゃないからね。そうですね、うん、京子さん、ジュニームなどで偽ブライスを展示して、これを偽物なので買わないようにと分かりやすく説明すると良いと思います。特に初心者は分からず買ってしまうと思うので、実際に目で見て触って、手で触って見ると分かると思うのでっていうのは、だけど公式がね、うん、言うてくれたら、うん、一番ええんじゃないかなと思うけどね。そうですね、うん、だからそれをなんかこうはっきりさせとかないと、うん、知らない人は知らないでずっと言ってしまうから。だから公式が、うん、その
絵で分かるようにしてくれたらいいんよ。そう、うん、だけど画像を載せるのは良くないんよ、うん、だけどその公式だけ、うん、そのまあ IC とかおるやん、はい、あれの画像を載せて説明したら、うん、そっちから訴えられるの。ああ、うん、マジで厄介ですこれは、うん、けんなうちらもそれが鬱陶しいからしないし、うん、あまりこう動画にするまではだけあの偽物の動画作ってくださいもあるけど、うん、その内容で再生数とかを稼ぐのも嫌やし、うん、ましてやうちらのところの動画見たら分かるけど、うん、再生数を稼ぐタイプの、うん、チャンネルじゃないのよ、ね、うちのところってほんまに全然先生のことがない全然先生のことが世界やし、うん、だからねそれも嫌いやからな、うんうん猫地田さんイノシシ繋がれた犬には強気なのに塀の上の猫やカラスに追い払われているのを見てからイノシシちゃんと呼びたくなるっていうのがイノシシあれ子供の時のウリボーンの時可愛いからねウリボーン可愛いですね、うんうん、上渚さん部活のあるあるもですが運動部と文化部の争いをで旗から見たらすごい見にくいですよねでも対抗したくなっちゃうっていうあそれぞれありますねなんかこう運動部が文化部を下に見てるイメージとあるね、うんあとなんかこう文化部の方はなんかまたあのもうなんかあリア充名みたいなところもあったりするしあーそっちかそうやっかうんあーそれはあるなでなんかこう文化部の中でも華やかなところはそういうのに巻き込まれてなかったりとかそれはあるなだ学校によって変わんのよあれ結構学校の、うん、どの部が強いとかそういうのはあるんですよ吹奏楽部で毎回全国行ってますとか、うん、あとなそのコペのおったとこなんか演劇部があそういうのもありましたし、ね、買ったりとかしてるから、うん、そうなんですよねその学校によって変わってくるよな、うん、あとはなんかその学校によってはなんかそういうのがあんまりないところもあって、うん、もうこれなんか人のやってることになんかいちいちなんかこうカリカリしとらんとかいうところもあるしそんなことする暇があったら勉強するわっていうのが、うん、そういうのはもう学校次第ですあるある、うん、学校によって変わるなあれは変わります、うんもみじさん、最近読んだ記事で知的障害の方だったと思うんですけど、うん、マスクをするとその部分が隠れたではなくてなくなったと思ってパニックを起こす子もいるって書いてあって、はいはいはい、そう思うってことも知っておかなきゃと思いましたそれはありますね、うんうん、やっぱりそれぞれなんか いろいろとなんかこう感じ方が違うので、うん、だけどもうその口を抑えられること自体が、うん、その息ができなくなるっていうふうにイメージする方もいますんで、うん、そうですね、うん、だから、うん、何を帽子かぶったら、うん、もう怖いっていうのと、うん、抑えつけられてるような感じになるから帽子がかぶれないっていう人もいます、うん、いろいろですね、うんうん、ローザパルマさんジュニムのお店にしか売ってないものもあるので九州の福岡にもお店ができてほしいです代官山店にたくさん道具が売られてて羨ましいっていう、うん、まあなやっぱ都会はええよな都会はいいなって思う時はありますね都会に行けばあの転売屋もおるから逆に都会大変やなと思うこともあんのよ、うん、それぞれですね、逆になんか都会の人は田舎ええなっていう時もあんのよそれぞれですねそれぞれなんよこれはその時その時でありますよね、うん、だからなんか都会でいたらあの催事とかで買うチャンスが多いとか、はい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 、そういうのはあるんですよね実際まあなあ、うん、でも都会の人から見たら田舎は朝並んだら帰るんやろって言われる時もあるし、うん、パンニンゴさんブライスで言うとラストキスが某サイトで売りに出た時にあれは怪しいと聞いて警戒したことが思い出しました、うん、教えていただけたらありがたいっていうのは、ね、ラストキスは確かに偽物がラストキスはねまず簡単な見分け方として、うん、まず一発目、うん、箱がない、うん、箱がないでプルリングがエンゲージリングじゃない、うんまあ、この2個で、うん、まず第一段階の分かな、ねうんうん、だからラストキスに関しては、うん、何でか分からんけど箱がないやつがやったら多いよ偽物は、うんうん、まず箱があるかないかと、うん、あとは、うんプルリングが、うん指輪に変わっ指輪かどうかやね、うん、そこでまず見分けが第一段階としては ね、うん、その後はねいろんなとこがあるんで見るとこはですね、うんカオさんインスタでのストーカーちょっと悪質ですねっていうのはもうねそういうのが出てくるとねやっぱり、うんうんうん、ペニワイズさん行き過ぎたブライス警察は怖いですねっていうのはそうやねだから、うん、その何でもですよねなんていうかな悪いことはしとるつもりはないよ本人はだけど偽物を見つけてやったりとかんだったら、うん、まあええんやけど、うん、その偽物って分かってない人も世の中におるっていうのがそうかちゃんと分かってなくてから正義振りかざしてしまった時にそうそうそれが間違ってるっていうのがね、時々ねだからだからあるから、言うたらなんかマスク警察とか規制警察とか今いろいろあるじゃないですか。
だからそういうのでかいな、こうやっぱり行き過ぎたらいかんっていう、うん、どれでもですよね。そうやね。だからなんかこうそういうのなんか あまりしないでほしいなって思うのは自由やけど、うん、それをなんかこうわざわざ紙書いてからに言いに行くとかあれまでやってしもたらとかそういうところがありますからね。どっちの気持ちも分からないでもないけど行動に移すなっていうところはあって、うん、だからまあその辺もルールとマナーとモラルを守ってやね、うん、だからもうあとはなんか本物に偽物やってかイチャモンつけ続けないでっていうのはね、まあ、それは怖い、うんうん、かわいそうやもん。それはただの勘違いですからね、うん。ね、小田さん、ブライスじゃない話題で恐縮ですが、うん、公式で自家商品に関してはリキャスト OK だったボードール、私もリキャして遊ん楽しんでたら何年か経ってから荒らされたっていうのがあって、ほう、加熱しすぎてるのを見るとモヤモヤしますっていうのが、リキャスト OK、あ、自分で遊ぶ分にはリキャストしてもいいですよ、はいはい、それね、まあ、それはありますよね実際、うん、多分ね、うん、昔から昔であって、うん、今なくなった分でいけば、うん、ピンキーとかもある程度許してる部分があって、 あれはなんかカスタムバリバリ OK でしたからね。バリバリ OK してたし、うんうん、そうやな。だからその時が経ってかいなんかその時の事情を知らんかった人がなんかワイワイ言うて、あ、あります、ね、ダメにしてしまうっていうのは時々ありますよね、うんうん、深見凪さんありがとうございます。こちらこそですよ。いい、もうね、うん、カオさん、タクスさん、コペさん、お茶飲まれてますか？お話続きで喉乾いてませんか？うちはもう空っぽになってますよ。私もちょっと今残ってるやつをまた継ぎます。あ、ちょっと待って、はい、映ります。え、はいはい、はいはい、これで映らないんで、はいはい、両手で、はい、いただきます。まあね、いろんなんがいますからね。ますからね。まあ偽物、偽物、偽物と思ってない人にあなたの偽物ですよ。そんなことない、どこが偽物や、これがこことここや、キーってなるんかな。言うてくれた人に対して怒るんか、売ったやつに対して怒るんかの二択、そこからまず分かれ道かな。偽物っていうのはもうそういうのが出て本当に不幸しか呼ばないというか。そうやね、いいことないからね、持ってても。だからなんか偽物があるから、うん、本物に対してが偽物を疑わないかんなったりして、あ、最初から偽物がなかったらそんなことを言わんでええわけじゃないですか。そうやね、全部本物なんやから。うん、だから昔その偽物がちょうど10年ぐらい前に出てきて、うん、それまでは偽物なんて話一回もなかったし、聞いたことないね、うん、か、あの偽物買わんでもなんかたまになんかこうやっぱり人気がないやつがなんか安く買えたりしてから偽物作る意味すらなかったんですよね。まあ定価のうん、その店に入る卸以下で、うん、本物が書いてた時代もあるから ねそういう時に偽物を作ったって感じ、全くなんじゃね、うん、誰もなんか触りもせんし、だから何それですもんね。偽物、今はでも偽物っていうでも、まあ、うん、まあ言うちゃなんやけど海外はやたらめったら多いよ、うん、多いです、多いね。まあよく言われる、うん、本当にめちゃくちゃフォロワー数がおって、うん、海外でね、うん、でインスタグラムもほんとこの人フォロワー数多いし、うん、一体何台カスタム作ってるんだこの人、うん、すごい金額で売れてるなっていう人、うん、まあこいつ偽物やんけど思う時あるよ。ありますよ、うん、だって本物じゃないもん買ってる分がっていう、うん、だって届きましたっていう画像が偽物の分やんけっていう、うん、でこれでブライスってタグつけて偽物って一つも言うてないしっていう、うん、でブライスのカスタマーですって書いとるけど、うん、え、何やってんのと思う時あるよ。ありますよ、うん、あれなんかよくわからんよな、うんうんうん、冬森のセミさん、ああ鳥獣戯画取り物かっていうイノシシのいいですね、うん、深見渚さん、玄関の前に晴れるぐらい胸晴れるツイートをしろっていう比喩ですね、頑張りますっていうことで、うん、もうね、まあなんかこう いろいろとなんかやっぱり発言っていうのは残っていくので、うんうん、そこら辺はちょっと気をつけながらいきたいなとは、まあでもあるね、私たちは思ってますけど、あの発言したのすぐ消して、うん、なかったことにしてる人よく見ますよ、うん、本当に、ね、あれ俺毎回見て思い出すんよ、うんうん、ありますね、あるある。ニコリさん、きっと AAA さんの娘さんたちにとっては小さい時にお母さんの大切なお人形で遊ばせてもらったっていう思い出が残ると思いますよ、うん、大きくなってから髪の毛くちゃくちゃにして怒られたよねって、うん、忘れとった腹立つけどねえ、
とりあえずまあ今のうちね、証拠写真をクラウドに上げて永遠に残るように。そうですね。ひろこ末本さん、いろいろ教えていただきありがとうございました。明日も仕事ですので、そろそろ失礼します。ありがとうございます。おやすみなさいませ。ね、いや、ふがみのりさん、5時つらいとか大丈夫、大丈夫。てますよ。もみじさん、今はマスクしない悪いになっているので、うん、その人の事情があるかもしれないってことは考えないといけないですね。そうやね。だからこう、ルール作りができないものや、ほんまに。そうですね、だからこればっかりはね、その絶対じゃないもんやから、罰金もないや。そうですね、なかなか難しいなかなか、とこではあんのよ、バランス取るのは難しいとこですね、もうなんかこう、だからマスクしたって意味ないって思ってる人はいますね、そういう人はなんかマスクなんかなんでせないかんのって思うし、もう本当価値観も違うし、なんか一番わけわからんのが、あのその息切れするスピードじゃないけど歩いててマスク打ってほしいから、手にマスクぶら下げて歩きよる分とかそんな何それっていう、いやほんまに、いやおるんよ、おるよ、おるんよ、うちら朝何よ、ポケモンも兼ねてウォーキングに行くやん、ちょっと運動せんかったら、だいたい後ろ一周したら、あの 1.5 キロやと 1.8 キロか、ほんで家まで帰ったら2キロやなと、2キロぐらいちょっと歩いたらええか思って行くやん、ほんだらあの時計と同じみたいにマスクを腕につけとるやて何それっていう、あとなんかずっと顎マスクの人な、そう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 、で暑いからああなっとんか、あれは顎専用マスクなんかなっていう、もしくはあれは腕専用マスクなんかなっていう俺たちの知らんところで新たなその感染予防グッズが出てんのかっていう、顎専用、片耳だけにかける専用、腕につける専用、あの腰のバッグにあの、くくりつける専用のマスクがあんのかっていう、いろいろありますね。だけどその偽パンとかじゃないけど、偽マスクっていうものが実は俺の知らない間に浸透してるんかと思う時あるんよいやまあね、そう思う時あります。あるよ。3S2S さん、こんばんは、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。あちらは先日までジュニムーンさんの催事があったのですが、子供連れて行くには怖すぎて泣く泣く諦めました。田舎では催事すらなかなかないのですが、今は我慢ということで、その気持ちもすごいわかります。やっぱりね、行きたいけどっていうところですよね。だからあの晩ご飯とか、そのお昼ご飯とか、ちょっと3時になっておやつ買いに行くかとか、子供と行きゃ子供喜ぶんよ、出れへんし、やけどな、ちょっとね、怖いから、確かに お父さんだけ行ってくるけん、お前な、何が食べたいんか言うてくれ言うて、だ今日はグミがええって、お前朝もグミ食うたやろうがおい他のにせえ言うてミニコーラとか言って、おそれでええぞとか言うてよしミニコーラ30円安いが、30円や、よしよしよし2個買うてきてやるわとか言うんだまあな、ありますね。さん、ニコリさん、怒鳴りすぎてトラウマになっていると思います両手でちゃんと持ってね、出したらちゃんと片付けたりとかうるさく言ってましたからっていうのは、でももう基本基本大事なことです、いいと思うよ、なんかそう、なんかセリフの後になんか怒りがつれずれについとるのが、その気持ちもわかります。でもいいと思うよ、いいですよね。だって子供に何を、なんか怒るのはダメっていう変な、変なとは言い方、それはその人を信じとるけん、そういう教育もあるやん、何でもこう諭してあげるように言うて、子供に怒りをぶつけないとかいうのがあるけど、俺はできんのよ、俺できてないから人間が、いや私はさらにできてないですよ。いやいやいや、まあまあそれはええけど、あのでもやっぱりな、怒れるって親の特権でもあるやん、本当に。確かに。だからそれは俺ええと思うが、特権っていう言い方になったら親は子供をむちゃくちゃ叱ってボロカスに言うてええっていうわけじゃないけど、それは違うんですけどね、自分の子供に怒れる時ってどんどん減ってくるわけよ、怒れるってええと思うけどな、いかんことはいかんって言わないかんし、それがなんかやっぱりなんか強く言わんかったら響いてこん時っていうのがやっぱりまだあるんですよね。子供って何でも遊びとして捉えた時あるから、親に怒られる時が、これもなんか遊びやと思って勘違いする時あるんよ、で受け取り方も子供って幼いから、違う方向で受け取る時あるから、本気で怒らんかったら分かってくれん時あるから、ある、その力加減って難しいところがあって、からでもいいチャンスやと思うよ、ファンリンゴさん、私の友人に消毒が使えない子がいたけど、どうしているのか気になります。どこに行っても消毒消毒ですもんね。最近会ってないんだけど、アルコールのアレルギーとかありますからね。アルコールのアレルギーの子供の時は、多分ね、その子生まれつきだとかいろんなパターンがあるんやけど、専用石鹸が
あります、うん、そうやね、うん、で専用石鹸水っていうのを作って、うん、携帯してる場合が多いかな。そうですね、あのうちらが行ってる幼稚園か幼稚園かな幼稚園ですねにもおるんなアルコールあのアレルギーの方が、うん、そうですね。だからアルコールが入ってない除菌ティッシュとかありますんで、うん、多分それを利用する場合が多いかな、うんうんうん、ですね。もう絶対にこれで消毒してくださいとか言ったら辛いんですよね。辛いけんな、うん、お店とか行ったらアルコールでべちょべちょしてから拭くやん、うん、あとなんかあの一時次亜塩素酸なんかバリバリの時あったじゃないですか。 あれが辛い人もいたんですよ。 あれね、うん、あれでかむちゃくちゃ荒れる人とかね、匂いもね、うんうん、あれやっと減ってくれましたけどね。そうそう、うん、ローザパルマさん今日のお茶の種類は何ですかということで、今回は、カレルチャペックさんのルフナを入れています。一応なんかティーバッグなんか3種類用意してきてるんですけど、なんかこう最初に選ぶのなんか2杯目で買いなんかのんびり進んでますね。深見渚さん、私の学校は争いがひどいですよ。体育祭で私がうっかりリレー1位になってしまった時、周りの反応がめっちゃ怖かった。文化部が運動できて何が悪い、ただ将来有望の希望を一つ消してしまった罪悪感がすごいっていういやいやもうそんなんね、できることはやったらええんですよ。あの競技でありゲームなんで、うんうん、いやもうそれでかいなんかイライラするような運動部やったらやめたらええんですよ。でも向こうはそれから頑張るかもしれんから、そう、それで頑張るんやったらええし、うん、いいただなんかこうあの、うん、怒りにするのはなんか違うなっていうのは、まあね、うん、若い世代の子だったらちゃんとあの、うん、漫画と同じで、うん、次こそは勝ってやるっていうで終わらした方が、うん、そうですね、うんうん。水崎さん、転売屋の件、オークションやフリマサイトで最近発売したブライスを転売価格で大量に出して全く売れないのを見てニヤニヤしています。おお、もう回転寿司になってるやろ。回転寿司になってますね。回転寿司に行ってもう誰っちゃ手に取らん、カピカピになったイカが回っちゃうとかあるやん。あれと同じ、もうほんまあれになりますよね。そうそう、なんか損したくないから買うた時の値段とかそれ以上で出そうともするから、あるね、なんかそんなことになるんですよ。そうそうそう。マチコさん、私はとても汗かきなので今はマスクモード地獄ですっていう。本当ね、汗かきますもんね。汗かく、汗なのか、うん、自分の体から出た蒸気なのかよくわからん状態になったんやって。あ、ファニーゴさん、深見投げさん、1位胸張っていいよ、おめでとうって書いてますが、うん、本当そうですよ。ね。もみじさん、腕、顎マスクいますね。新しいファッションかもしれないですね。そうそう、あれ知らんかったんよ。顎マスク、腕マスク、腰マスク。ね、もう本当にね、いろんなところになんか吊るしてますもんね。そう、マスクつっとんやん。あれ謎ですね。で、道を追って帰っとんやって。そうそう。捨てマスクになったんやで。捨てマスク。軍手より落ちとるわ、この頃。そうですね。もう最近なんか捨てマスク多いですね。捨てマスク多い。なんかこう、落ちマスクと両方だと思うんですけどね。おいおい、うん。ね、あ、深見渚さん、ファニゴさん、ありがとうございますということで、あ、ラプラネットレトロさん、ありがとうございます。本物が優れていればいるほど偽物、それも優れている偽物が出てきますよね、うん、本物ゆえのもどかしさがあるのは本当のことだと思います。基本に戻るとすごいのは最初にブライスを整形した方、はい、フォルムもそうですが目の仕組み、その方に敬意を持つことがとても大切なことと思います。正義を言うとみんな様が引いていくような、買うこちら側も本物を知る基本知識が大切ですね。いやもうそれはね、うん、昔の動画でも言うたけど、うん、アリソン・キャッツマンとマービン・ダグラス社のゴードン・バーロー氏、もう、ね、これに感謝するしかないのよ。もうほんとね、でもっと行くとこまで行ったら、はい、メイかな、そうやね、あのアリソン・キャッツマンの、アリソンさんの姪御さんですよね。姪御さんがカラーコンタクトレンズを入れたいって言ったとこから始まってんのよ。そうですね。でそこで店のおっちゃんが違う色を着てもうたけん、うん、でもなんかお母さんがおもろいけん、うん、あんたこの色つけてみなよって言って、うん、そこからブライスが始まったから、うん、なんかね、うん、ほんまそういろんな縁がつながってかい、なんかそこの、うん、発想に行ったっていうのがね。いやだけんこれ何よ、うん、たまにこう後でこれ消すけんかまへんけど、うん、あの何よ、ブライスを作ったんは、うん、今のブライスを作った言うてあるやん、うん、いやブライス作ったんはアリソン・キャッツマンとゴードン・バーローとマービン・ダグラッシャーやから、うん、ほんでデザイナーではアリソン・キャッツマンその分のメイドおかげやでって言うけど、うん、別に何言うなんて言うんか、うん、まあね、基礎を作ってる人をちゃんと褒めたたえろと思う時あるんよ、うん、それは思う時ありますね、うん、ほんまな、うん、だからもうあの今のブライスの歴史みたいなのを今知ろうとしたら、うん、あのそのブライス図鑑買うやん、はい、ちゃんとした文が載ってないんよな。もうすでになんかジーナ・ガランさんも書かれてないし、ジーナ・ガランはいなかったことになって、まあそれはいろいろあれよ、一悶着あったから、うんうん、まあね、でまあね、今あれですから、うんうん、まあその辺の気持ちも分からないでもないんですけど、その辺は、まあうん、その辺はね、うん、あの確かあの時に言うたんよ、うん、ジーナガールの時に、そうやね、ジーナガールの時の時の動画に行ったけど、うんうん、その元がね、うん、
ちゃんと称えてくれっていうのもあるし、うん、公式ほんまはよ言うてくれたらええねん。そうですね。だからなんか一応なんかそのなんかギミックとか、うん、そういうのがなんか結局あのブライスっていうデザイン自体が、うん、今でもそのケナーからハスブロに引き継がれてからなんか権利として残ってるわけで、お金払ってあの権利借りてもやけんな、うん、言うてええと思うけどな本当にね、うん、いろいろ思うとこあるんですけど。ゆきえさん、わあ暑いから腕にマスク引っ掛けてたの私です。田舎道だし人がいないからいいかなと思って。それはかまへんよ。人がいない、ね、人がおらんとかはええよ。うん。だからこうもうあとはもうなんかずっとなんかこう腕につけてから忘れてる感じになってる人。いやーでもほんまにおるんよ。うん、だってな、俺公園に行くやん。うん、ほんで公園でな子供がブランコやりたいやん。はい、だブランコやってな、うん、もう終わった後手消毒すんやで洗うんやでとか言ってな、うん、で消毒液も携帯用の持ってんのよ、はい、子供、うん、俺もやけど、はい、でこうブランコやるやん、はい、で横でな、うん、おっちゃんがな、うん、まあ、おっちゃん言うてもまあ俺もおっちゃんやけど、まあ、65歳以上の方がこう、うん、あの何言う鉄棒に来んのよ、うん、で鉄棒をしょる時にマスクのげて鉄棒の横にかけるんよ横にかけるで鉄棒するわけじゃなくて鉄棒でちょっとこう斜め懸垂をすんよ、うん、でマスク置いて帰るんよ。忘れて帰ったんだ。忘れて帰ったんやって。うん、で次の日行ってもそのマスクはずっとおるんよって。うん、だけどよくわからんのよマスクの存在が。釣りマスクです、ね。釣りマスクは出てきとんよ。いろんなマスクが発生しますからね。うん、まあもう。うん、深見渚さん、私小さい頃マスクでパラシュート作って遊んでました。ああいけるね。あれは楽しいですね。うん。もうマスクがこんなことになる時が来ると思ってなかったですからね。そうやな。カオさん、私の主人の高校当時スポーツ関係めちゃくちゃ強くて体育祭はなかったそうです。先生どうして体育祭がないのですか、はいはいはい、お前らインターハイに出るようなやつだと競争して嬉しいかっていう、うん、ちなみに柔道剣道大会はあったそうですが違う方でしか出れないそうでしたっていう、うん、いろいろですね、まあ、体育会系でやっぱり活躍する高校ってすごいからな、うん、そうですね。だってもうねあの、うん、PL とか、うん、あの提供のサッカーとか、うん、だってもうカリキュラムが別に組まれてるやん学校の授業の中に。う、ね、もう専用にありますから、ね、専用にあるから、うんうん、そうですよね。もうそういうのとはもうどうしようもないところがありますからね、うん、中陳さん、うちの主人は注射前のアルコールがダメです。あ、アレルギーですね。はいはいはい。このご時世余裕のない人が増えているのかなと思います。中傷する人ももし自分や家族が言われたらされたらを考えられるといいのになっていう。だから気をつけるっていう意味で、うん、だけどよくテレビで今日も朝の昼テレビちょっとかけて見てるやん、はい、ほんだらなんか田舎に帰ってきとる人に対してなんかこう、うん、何を誹謗中傷の紙をばらまかれたとか一枚置かれたって言うとるのがあるけど、うん、ありましたね。書いてる人の気持ちもあかんのよ。うん、こんな時に帰ってきやがって東京から出るの言われてるやろがみたいな感じの文があったやん、うん、言うてる方も分かるんよあれは、うん、ただそのなんかこうわざわざなんかその人がおるところに行ってからその紙を放り込むっていう神経はよく分からないんですよ。なんかこう怖いと思うとやったら近寄るなや、もうそっちでひっそりしとったらええやんかっていう。なんでわざわざ行くのっていう。でも帰ってきた人も気をつけて帰ってきとるしっていうのはあるし、うんうん、だけどもなあの、うん、そのそこ東京から帰ってきないけど注意せっていう人の文の中には、うん、あの全員がやっぱりその注意した行動を取ってない人がおるやん、うん、あ、まあおりますよ。テレビで見たら、うん、あのやっぱり東京駅から、うん、あの帰ってきよる人の映像が出たりとか、うん、地方の駅で降りてきた人来るやん、うん、どちらから帰ってくられたんですか、あ、東京です、あ、今東京はなんかあまり都知事の方が出るなって言ってますけど、うん、どう思いですか、いや気をつけて帰ってきてます、うん、って言うて、うん、でスタジオにカメラ戻った、やっぱりなんか関東の方から来てますけど対策をしてるんでしょうかね、どうなんでしょうね、まあこうやって映像を見る限り密な関係ではあると思いますけど少しねって言うて終わるやん、うん、で帰ってきたやつが悪いというふうに、帰ってきたやつは対策を取ってないふうに言う、そのメディアもあんのは事実ない、うん、テレビがそういう方に持っていこう持っていこうとしよるところもあるし、あるし、でもちゃんとその映像を映ってる人はマスクしてるやんとか、うん、で子供もちゃんと手握って離れんようにしやとかおるやん、自分とこの子も映ったら嫌やん、でも現実に俺がこう朝散歩とか、うん、そのウォーキングに行ったら、うん、県外ナンバーからマスクせんと歩いて出てくるやつがわんさか見とるから、あ、だったらルールみんな守ってんのかっていうのがあるけん、うん、でその投稿したというか、うん、その帰ってきた人に怒りの手紙を書いた人おるやん、うん、あの人もその人一人だけが居場所が分かっただけあって、うん、テレビとか見たらお前らやってないやつわんさかおるやんけっていう、うん、でたまたま近くに東京から帰ってきたやつがおるから出したんじゃ、
まあね、もしくはその人が昔から嫌いやったやわあ、もうそれやったらまたなんか根が深い話になってきますよ。またちょっと変わってくるよ。まあね、そこまで深読みしだしたらなんかいろいろなんか厄介にはなってくるんですけど、そうそうそう、まあどっちにしてもね、もうやりすぎは良くないというか、うん、それは常について回りますよね。深見渚さん、私の学校はスカウトが来る可能性があるのが体育祭か大会なので視線が冷たいですっていう、あ、そういうのがあると大変ですねやっぱり、うん、なんかスカウトが来るような学校やったんや。まあありますね、うちのとこの近く の, あの野球部も、うん、あのシーズンが来たらスカウトがこう練習場の上の方で、うん、あの双眼鏡というかあれを持ってスカウトマンが見てるっていうんが、あーそっかそっか、うんトムトムさん、息子が小さい頃はガミガミ怒ってましたけど、今は息子も大学生になり論破されて勝てませんっていうのなっていくと思うんです、ね、うちもね、うん、俺は負けんけどね、というかなんか、というかなんかこう論理的に返してくれるところまで来たらもうそんなに言わなくなるんですけどね、こっちも。あ、でも、それでもなんか言いたくなるんかな。じゃあ俺はその時はあのパワーポイントで説明しながら息子に対してプレゼン合戦をしね。そうだね、いやもうホワイトボードで俺が書きながら息子に反応する反論していくよ俺がっていうかなんか多分漢字の書き順とか言われ出しますよ。あ、それは困るっていうんだニコリさん、深見さん、うちの娘の高校の部活対抗リレーの位置は娘の入ってて軽音部でした。バトンはソフトギターケースでした。あ、そっか、部活対抗はなんかこう部活のなんかアイテムとかになるんですよ ね。柔道部やったら帯になったりね。あ、ありますね。ラグビー部やったらラグビーボールになったりとか、うんうん、そう、あれでかい、なんか物によってはハンデになっとったりするんですよね。 ありますね、うんうん、科学部はフラスコ持っとったわあー、そっか、そういうのになりますね。神田千佐子さん、私も自分の汗でかぶれるので本当にマスクが辛いです。いろいろ試しているキシリトール素材が一番楽です。あー、そういうのもあるんですね。やっぱりね、あの肌に合うものを選ぶまでがね、だからそうやってなんかこうなんかこう素材を選んでなんか してる人っていうのもいるわけで、結構それぞれね。だから本当になんか朝から晩までマスクしてる職業って、うん、病院関係者ってしてるやん、はい、昔からしてるやん、はい、歯医者さんとかもずっと昔からしてるやん、うん、すごいなと思ったもん。思います、ね、マジで改めてすごかったんやなって思いますね。この騒動になる前からマスクずっとしてる職業の人ってすごいなと思う、うん、思います。深見渚さん、ニコリさん、そうなんですよ、ソフトギターケース素敵ですっていう、ね、そういうの面白いですよね。カオ、うん、さん、歴史は勝ったものが編纂するのかしらっていう、そういうところはちょっとあるかもしれんですね。そうやね、残ったもん勝ちというか、うん、勝てば官軍的な、だからまあその、うん、よいしょ、お茶を置きますね、うん、だからまあ特許で守られてるっていうのも場合もありますね、そのブライスの関しては、うんうん、でもその守られてるんだったらそれを使ってくれよっていう、うんうん、それもありますね。本当になんかね、うん、公式さんがアナウンスをしてくれたら、うん、なんかできない理由があるんかな、うんうん、まあね、マチコさん、お風呂ですね、いってらっしゃい、ありがとうございます。ファンニンゴさん、深見さん、そんな中1位かかっこよっていうのが、うん、神さんもなんかかっこいいなんて言われたらいつぶりでしょうってなってますけど、いやいや、もうね、そういうなんかこうできることなんか思い切りやるのはいいことやと思いますからね。次のおもろいな、ん、あ、京子さん、ジーナガランさんと純子さん、何があったんでしょうか。なんですよなんです、うん、これはね、いろいろ、ね、うん、これはマジで、うん、あの、うん、です。そうですね、でも、うん、あのうちが言えるのは、うん、まあ、うん、ジーナ・ガランさん本当にすごい功績は、うん、ブライス界において功績ってすごく大きいんやけど、うん、今ちょっと、うん、その彼女がやってることっていうのは、うん、うちはあのこうなんていうんかな、喜べることではないっていうのは言うとこは。そうですね、今はね、うん、だけどその彼女がやってる、うん、その運動とは違うよ、うん、彼女がやってる運動っていうのは、うん、あの別のことなんで、うん、彼女がやってるお店のことね、うん、今のお店ね、うん、これちょっと勘違いされたら困るところなの、うん、彼女がやってる、うん、その権利を、ある権利をやるための運動は、うん、活動は別は、うちは、うん、いいと思う、ご自由にやってくださいと思うんやけど、うん、彼女がやってるお仕事に関しては、うん、そのカメラマンとかそういうことじゃないじゃなくて、まあ、うん、あるんですよ、うん、その一つに関しては、うん、ちょっと、うん、首を縦に振れないし、うん、何かこう、うん、イベントがあっても
うん、うん、と思うとこあるんよ。そうですね、うんうん、あと神田千佐子さん、アベノマスク家に2枚いたのに仕事場からマスクするようにアベノマスク2枚支給されて4枚になりましたということで、うちもあるな。ありますね、学校の支給とかありますからね、うん、まああれね、確かにガーゼのものはいいから、ものはいいなあれ、うん、だからね、子供がするにはちょうどいいんかなと思ってるので、うちのな子供がつけても、うん、なんか嫌やって言われたもんな。そうやね、だからまあいかんかったら、せっかく A ガーゼやから、まあ、リメイクかけてからにちょっと非常用のカバンに入れとるよ。あ、一つ入れとくとね、一、うん、つ非常用に入れとけば、うんうん、神投げささん、情報化社会怖い、何でもでき、うん、捏造できちゃいますねっていうのが、まあその気になれば ね、 ね、だからまあ本当に気をつけとかないとなって思うことはいろいろありますね。アニゴさん、カナチサコさん、本人も今やアベノマスクしてない。あ、そうや、してないですね、最近。うんうん。あ、セイムさん、こんばんは。いらっしゃいませ。いませコロナ収まりませんね。今年は帰省もせずひっそりと過ごしてますが、ジュニーム大観山店さんには行ってきました。あ、いいなあ。今はね、やってるんやろ、また、ね、黒出しがあったりしますからね。いいなあ。カナチサコさん、ファニゴさん、そうなんですよ。使えないですよね、っていうのが。もうね、それぞれ使いどころですよね。そうそう、まあ、うちは本当にあの、うん、非常用のバッグに入れとけば、うんうんうん、はい、あ、ティムローズさん、ありがとうございます。おやすみなさいませ。おやすみなさいませ。猫舌さん、部活対抗リーでうちの学校は妨害 OK でシャチの浮き輪で無双したのが思い出されます。ああ面白いな。アルバムの絵面がひどいっていうのが、うんうん、そういうの面白いですよね。妨害 OK ってやっぱりゲーム要素がね、うん、加わるのがいいね、入ってきますよね、うん、シャチの浮き輪いいな、うん。中陳さん、うちの子剣道部だったので部活動リレーの時に、ね、道着袴に面つけてバドンはしないでした。もはやお笑い担当です。そう、剣道部はどうしてもあの装備なのでスピードは上がらないんですよね。でもなんかね、うちらがお仕事で行った中学校か高校は、うん、あのいろんな分は部活動の格好で走るんやけど、うん、水泳部の子はちゃんとあのバタフライで走ってくれたもんな、うん、そうやね、ありましたね。バタフライをしながら走ってちゃんと1位になるっていう。そうどうなってんのって思いながら、なんだこいつらっていう。ねえ、すごかったですよね。すごかった、走るの早いな。ねえ、あ、空の彼方さん、 ありがとうございます。おやすみなさいませ。おやすみなさいませ。カオさん、神田さん、私の知り合いマスクでかぶれちゃって大変だそうです。某焼肉屋さんで従業員さんたちが顎だけで支えるプラスチックのものがあるそうです。 ありますね。アマゾンで売ってるらしいです、うん、もういろんなパターンね。あれ分からんのよ、フェースガードとか、なんかこうあの、うん、そう、口元がなんかちゃんと分かるようにしてるパターンとか、うん、いろんなのありますよね。あのアベマ TV でよくアナウンサーの方が選ぶ、うん、あれだからどこまでが、うん、許されるんか分からんのよ。うんうん、うん、だからどこまでやったらなんか防げるんかとか、なんか飛沫っていうことに関しては、うん、まああれやけど、エアゾルって言われる感染の方式に関しては、うん、防ぐのはちょっと難しいかなっていう。だけどスタジオの収録とかって、うん、あの例えば焼肉屋さんに関しては、うん、換気は半端ないんよ、うん、マジで。確かに多分あれ2分あれば、うん、多分店内の空気全部変わってんのちゃうかな、うんうん、確かにそういうのではな、しっかりしてますよね、うん。神田千佐子さん、なるほどですね、カバンに入れときますわということで、うん、もうそういうのでかいね。そうそう、うん、万が一の時にね、なんかあったら、うん、防災カバンがね、防災バッグあったりとか。ああ、そっか、そういうのに入れとくのもありですよね。ゆきえさん、 G ながらんさんの現在ですか、気になってしまいますねっていうのが、うん、まあ気になる方はあの、まあ、英語で調べれば、そうですね、多分すぐ行き着くと思いますね。というかあのインスタグラムとかでガンジーナさんおられたりするので、そこのリンクで貼ってるサイトとかで分かっちゃうかな。うん、うん、まあ正直、うん、うーんと思うとこはありますね。ありますね、うん、深見渚さん、情報化社会、サマーウォーズがいい例っていうのは。ああ、うん、ねえ、ファンニンゴさん、ブライスさんぶら下げてくれたら優勝目指して頑張るっていう。いや、ね、馬の馬に人参の法則ですやんっていうのが。ナツさん、まさにマスク職業です。今までマスクフリーだった方々の方が猛暑の中マスク耐えられないかもですねっていう、うん、か慣れてないっていうのはありますよね。だからもう花粉症で季節になったらマスクやなっていう人は別にあれやけど、うんうん、全くしなくていい職業、うん、だけど本当にタクシーの人とかなんかせんでもかまへんやんぐらいの感じでやっとる人もおるし、うん、それこそあのまあ、うん、黒猫大和とか、うんうん、佐川の人とか、そうですね、まあ、だん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 専用になってきたけどねこの頃。昔ほどは、うん、でも全くする必要がなかった人たちいっぱいおるやん。
そうですね、うん、だから私たちもなんかこう幼稚園保育所とかで移しに行くときには基本マスクはしたらなんか怖がられる可能性があるから、うん、避けてきた部分じゃないですか。でももうこのシーズンになってから何も言われようになったよな、うん、子供は。そうですね、だからもうしてるのが普通になったからみんなするものっていう風になったときにやっぱりみんな適応してくれましたよね。そうやな、子供はなんか分かってくれてるよな、うんうんうん、やっぱ、ね、保育所になったらマスクしとる人怖いんよ。あ、確かに表情が見えませんからね、うん、あ、京子さん、私も中学の時剣道部だったので部活入りで分かります、大変でしたっていう、うん、ね、あの重装備でガシャンガシャンって走っていく感じが、うん、ハンデやもんな、ね、チクタクさん、昔はあの給食当番みたいなガーゼマスクが主流だったらしいですね、うん、そうそうそう、我が家のおじいおばあはガーゼマスクじゃないとダメだと言って追加で欲しがっています。おー、うん、確かに昔の、まあ、昔はね、うん、あの四角のマスクが当たり前、そうそう、病院に行っても四角のマスクっていう、うん、そうですね、やっぱり給食マスクは未だにあれですもんね。 うちの子も、うん、で途中で、花粉症がすごくなんかこうなってきた時に、うん、あの今の立体マスクが出て、ね、隙間が少ないということで、ね、それで花粉症の人たちはもう本当これいいと、うん、もう花粉症の方って本当もうちょっとでもならない可能性があればすぐあれやったから、うん、それが出た時はなんなんあれって言われとったけど、うん、まあもう主流すぐなったもん。うん、もうな、すごかったですね。神さん、あ、ファンリンゴさん今気がついたんですが、もしかしてファンリンゴさんもアイコン変えられましたか？違ってたらすいませんということで、ファンリンゴさん、このアイコンになったの昔からなってから結構もう長いかな。長いですね、うん、でも最初は違うかったかな、かな、うん、最初でももう2年ぐらい前、うん、下手したら、あ、やっぱりなんかあの前に一度変えておりますって書かれてますね、ファンリンゴさん、うん、セイムさん、アベノマスク夫が一度使って夏に使うには苦しすぎると言っていました。その後は芝居っぱなしです。防災用にするのは良いですね、うん、ということで、ちょっとなんかあのやっぱり防ぐためにガーゼがなんか何重にもなってるから、そうそうそう、その厚みのせいかなっていうところはあるんですけど、うん、多分ね、防災バッグの中ってね、水と乾パンとラジオと、うん、ありますけど、あとはね、うん、乾電池をね、うん、絶対入れといてください。あ、そうですね、あの電池ってほんでまあ簡単な LED 電球、うん、であとはまあなんかね、まあ今だったらスマートフォンが充電できるバッテリーのちょっとエネループが入るタイプの分とかありますけど、うん、あとはね、捨てていいね、うん、スリッパか靴入れといてください。あ、本当に困るんよ、うん、靴がないって。靴は死活問題です。うん、でその次にあったらいいのが、うん、多分今ちょっと余ってきてるから、うん、あの使い捨てマスクを何十枚か入れといてください。あ、うん、本当に変わりますんで、うんうん、いいですね。中尾さん、ファンニコさん、商品がブライスで妨害 OK なら恐ろしいっていうでそれに対してファンニコさん、カオさんやってみますかっていうのがいやでも後でな、みんながその時 SNS で撮っとった動画で上げられるんで、うんもう必死なやつがおるとか言うてモミーさん、私の知り合いは花粉症ですがマスクについた花粉でもくしゃみが出るので意味がないって言ってました。あ、うん、それはあるね。ありますね、うん、もうね、重症になったら本当花粉症大変ですからね。うちのお姉さんは、うん、花粉症の手術をしましたからね。あ、うん、2年間全く出なくなるんですよね。あの片方の鼻、鼻の穴の花粉症を感じるところをレーザーで焼くっていう、うん、ほんで焼いたら、うん、1週間そっちの鼻の穴が炎症を起こして息ができなくなるんですよ。そうか、だからそっちの片方の鼻の炎症が終わってから、うん、もう片方の鼻をレーザーでやって、うん、治療に結局、1ヶ月近くかかるっていう、うん、その代わり2年間絶対ならないっていうやったんやけど、うんうん、その1ヶ月が我慢できんでもう受けないっていうのがなりますね、うんうん、中陳さん、京子さん、剣道部は走るの大変でビリですけど応援独り占めですよね。うちの娘は手を振りながら走ってましたっていうのは、うん、確かに。そう、なんか最後になったらなんかそれはまたなんかみんながすごい応援してくれるっていうのはありますよね、うん、うんうん、水崎さん、ゲーム会社勤務なのですが毎年運動会があります。運動が苦手で文系の道に進んだので大人になってからまだ競技を強いられて辛いです。いっそ音ゲーとかで戦わせてほしい。あ、うん、まあなあ、うんうん、音ゲーでもみんながやったことない音ゲーをやるとかね。あ、うん、今になってパカパカパッションかいとか言うのが、うわいやそれはね
面白いと思うよ。知らんからなんか難しいの、知らんと、うん、あのキャラクター選んでしまったりとかするんですね。いや音ゲーって言ってもテクニックビートかーいとか言うんが、あれは確かに、いやええと思うよ。いやテクニックビート好きですよ。いやテクニックビート曲がええんよ。そうなんかこう昔のなんかあのナムコゲームの曲とかいっぱい入ってるんですよね。そう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 、あれいいですよね。音ゲーでやったらおもろいな、うん、いいですね。ローザパルマさん、接客業なんですが笑顔が分かりづらいので普段以上に目を垂れさせるようにしています。ああ、そっか表情ね。なるほどなるほど、うん、あ、三条さんおやすみなさい。炭酸水飲み干したのでっていうのがまあゆっくり休んでください。ありがとうございます。おやすみ、お疲れ様。お疲れ様です。セイムさん、花粉症つらいですね。毎年に苦しんでます。特につらい年は注射しましたが、注射はよく効きました。あ、そうなんや。あ、注射のタイプもあるんですね。うん、まあ、いろんな治療があるからね。うんうん、だってまあ何やかんやでかん1時を過ぎたんですが、3時間ですね。4時間いかんかったら OK ということで。そうですね、そろそろエンディングに入りながらですね。そうですね、一旦ここでエンディングの曲は流そうだか。そうですね、はい、うん、まあとりあえず、まあ、お茶会ということでやってきましたけど、やっぱり偽物の話が結構出てきたのと、うん、まあ、不満がだから偽物を買ってる人もおるけど、うん、偽物を買ってない人とか、うん、過去に偽物を買ったことがあるとか、うん、罪悪感に感じてる方とかおるんですよ。いろいろですね。やっぱりこの相談にの分もありますよ、うん、あのやっぱりこう私実は知らんで、うん、初め買ってしまったんがあるんです。あとは、うん、初めやっぱりどうしても、うん、そのブライスにこんな金額は払えない、うん、今はそのもちろん本物を買ってますけど、うん、初めの方に2体ぐらい買ってしまったとか、うん、分かって買ってしまったけど、うん、どうしたらいいんですかとか、あるけど、もうそれはもう自分でずっと持っといてくれと、うんうん、もしくは偽物ですって言って分かって、うん、誰かに譲るっていうことやね、お金もらわんと、うんうん、あ、なんか偽物やっていうのを絶対伝えないかんっていう、絶対伝えないかんっていう、うん、だけどこれブライスにそっくりな人形なんやぐらいではダメやからね、うん、これは偽物です、うん、売ったらダメやで、打ったらだ、うん、もうダメな理由はこうこうこうやでって言ってちゃんと説明して、うん、誰かに渡すのはギリ俺の中では OK かな。だから偽物やから持ってて気持ち悪いから言って、うんうん、そこでこうなんていうんかな、その破棄するっていう言い方はちょっと好きじゃないんやけど、うん、まあ壊して捨てるとかそれも違うやん、うんうん、バラして捨てるとか、だからそれはちょっと違うなと思うけん、うん、まあ持っといてあげたらええんちゃうかなと、うん、ほんで SNS に載せれないけど、うん、家ではその楽しんだらええと思うよ、うんうん、それこそ俺も何言うんかな、初めの方に買って、うん、その3000円で買ったバーディーブルーがあんのよ。あ、そうですね、でカスタム失敗しとんとか俺部屋に置いてるもんずっと。そうですね、うん、最初なんかどういう風に削ったらどうなるんかみたいなのをなんか実験みたいな感じでかん、そうそうそう、どんどんやってたのもあったので、うん、それはなんか未だに置いてるな、部屋の中にありますね、うんうん、だからそれで置いてるから、うん、で本当にね偽物買ってしまったんですけどどうしたらいいんですかっていうのは、うん、本当に増えてるんよ。でも、うん、そのほとんどの人が知らずに買ったか、うん、昔分かって買ったけど今は本物をずっと買ってますっていう人ばっかりなんよ、うん、で買ったことを後悔してるっていうのはまあ、うん、今になって考えたらなんで買ったんかなとかあるけど、うん、まあでも買った理由は初めにあなたが述べた通りそういうことやから、うん、だけどまあ人に見せないのがいいんちゃうんっていうしか、うんうん、でも悪いのは悪いって分かってないともうええやんっていうか、うんうん、だけど私偽物買ったんですけど、うん、刑務所に入れてくださいってもうそれは入らんからっていう、うん、まあね、警察もポカーンで終わりやからっていうのが、うんうん、そうですね。深見渚さん、マスクでニコニコしてたらお前ずっとヘラヘラしてるんだよ、廊下で授業受けなさいって言われたのは多分絶対忘れないって、はあ、もうそれはもうほとんどなんかいじめに近い感じが、うん、なんか ね言いがかりやね、うん、ピヨピヨ太郎さん、あ、こんばんは、いらっしゃいませ。鼻レーザーした友達がしばらく鼻の穴から焼肉の匂いがすると言っていて驚いたのを思い出しました。からかわれてたのかしらっていう。いやでも肉を焼いてるってまあね、うん、なんか原理的にはなんかそうかもしれないって思ってしまうけど、まあ、うちもお姉さんがレーザーで焼いたら見せてもろたけど、うん、鼻信じられんぐらい大きいなっとったよ。あ、マジで、うん、カオさん、ブライス争奪戦、いつぞやの東京オリンピックのように前全員がこけている揉めている間に漁夫のに狙いますって。あ、ね、もうそういうもうなんかブライス争奪戦もなんかちょっと落ち着いてきたじゃないですか。だいぶ落ち着いた ね、うん、だから今からお店によってはなんかこう
ほんとドールが何種類も選べるようになってきよるとか、うん、そういうのになってきてるから、もうこの2年間のなんかこう、ワーワーがちょっと落ち着いてきたなっていうのはあるので。まあ、寂しいとこでもあるけど、うん、本来のなんか動きになるんだったらちょうどええかなと、うん。本当に好きな人の手に渡るんやったらいいなって思うし。うん、ねーよ。うん。もうそうなっていったらいいなって思いますね。うん、もみじさん、偽物については公式できちんと注意喚起してほしいですねっていう。いや、ほんまそれ思うよ、うんうん、俺言うとくわ、うん、マジで、うんうん、本当に言うけん俺、うん、テイムさん、初めてブライスをお迎えするときにファクトリーをお迎えするか迷いました、うん、ブライス好きな友人に相談したらやめた方が良いと教えてもらい、本物のブライスをお迎えすることになりました。友人に感謝です。おー、うん、いい友達がいて本当良かったと思いますね、うん、だって本当にいいことないからね、うん、だからもうあの仕方ないやんって言うんが、うん、だん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 言い訳になればええんかな、言い訳ぐらいになっとるからね、うん、なってますね、うん、でもまあ分かるんよ、言いよることは向こうのそれ買う方のね、うん、だって理想とするドールが昔の分でしかなくて、うん、昔の分はオークションでもうなんか8万とか6万って言われとったらって言うけど、うん、ほんで買えないんで IC 買いましたって言うておるやん、うん、いや髪色全然ちゃうやんっていうか、顔も全然違うから、でなんで IC コンタンって聞いたら、うん、他のブライスの友達がとか、うん、他の SNS でブライスのやってる友達が初めはそれ買いなって言うたっていう、ろくなやつじゃねえなっていう初めはそれ買いなってなんなんっていう、初めはって何それっていうんが、めちゃくちゃですよね、そういうちょっとちゃうだろっていうんが、夏、うんうん、さん、電気メス使うと焼肉の匂いしてきますよって、やっぱりするんですね。へえ、モンチさん、何かすごく勉強になりました。その何かすごくっていうのがなんかこう翻訳に立てたらいいんですけど、うん、なんかこう余計なことも言うたようなっていうのが深見渚さん、先生に嫌われてたんでしょうね、今日も生配信楽しかったですっていう、なんかもうね、やっぱりなんかこう先生が私情を挟むパターンもあるので、まあな、まあ、その辺はもう気にしすぎずですね、まあ、相手も人間やから ね、うん、もうね、あ、そんなんがおったなぐらいの感じでね。ローザパルマさん、地元のブライスショップにもたくさん並ぶ時が来るといいですって、もう本当ね、まあ、多分来るでしょうね、でしょうね、うん、だけど次 の、 あの出る、うん、あのスポーティーの子とか、はいはい、結構やっぱり余ると余るっていう表現ではないか、うん、どうなんやろな、まあ、徐々に買いやすく、徐々に買いやすくなると思うよ、だからなんか店に降りてくる数っていうのはまだなんかこう前ほどは戻ってないですけど、うん、少しずつなんかこう回復はしてる系はあるね、うん、そうなってきたらなんかもうちょっとなんかこう店も置き続けられるかなっていうのは、まあ、店にも商品があるっていうのが理想やからね、うん、うんうん、あ、神田千佐子さん、もう終わってしまうんですね、今日は寝落ちしないで参加できました、ありがとうございます、いや、こちらこそありがとうございます、なんか3時間もやってしまうだけで本当申し訳ないっていうのが、ね、うん、あ、京子さん、私も以前男の子カスタムが欲しくて IC ドール買ってしまいました、うん、良くないと分かったので今クローゼットの中に静かに眠ってますっていう、あ、やっぱりね、そういうのがありますよね、なんかこう SNS とかそういうとこに、うんうん、も日の目を見るっていうことが全て SNS っていうわけじゃないから、うんうん、確かに別になんかね、ご家庭で遊んだりとか、うん、外に連れ出してって、うん、もうね、そうですね、別に構わんと思うけど、うんうんうん、ピヨピヨ太郎さん、夏さん、貴重なお話ありがとうございます、驚きって、いや本当私たちも知らなかったことなんでね、うん、いや良かったです、神渚さん、初めに偽物って、私は断然初ブライスさんは新品未開封がいいです、うんうん、そうですよね、もしくはこれ本物っていう確証を、うん、あるものです、ね、あるものを誰か知ってる人から譲ってもらうとかね、そうですね、うん、カオさん、焼肉じゃなくて肉を焼く匂い、それはサスペンスですって京子さん、ありがとうございました、私ももうね、本当ありがたいですね、ありがとうございます、ゆきえさん、本当におじこねこさんのお話は勉強になります、勉強になってるかな、いい、勉強かどうか分かるよね、いらんこと言ってしまってないかな、今日もたくさんお話ありがとうございました、こちらこそありがとうございます、お疲れ様です、うん、なつさん、ピューピュー太郎さん、私も初め驚きましたっていうのノア SK8 ドールさん、今日もゆっくり聞けました、いつも楽しい配信ありがとうございます、こちらこそありがとうございます、ありがとうございます、マイヤさん、人気の時はショップに降りてこないっていうのはジュニームーンで独占しているということなのでしょうかって、だからなんかジュニームーンが多分なんか入荷数というか数がないとなんか店に何もない状態になるので、うん、まあそれは困ると思うし、それをなんか取らないといけないっていうのもあるし、でもやっぱりその何、うん、そのジュニームーン以上にうん、数を扱ってるとこってあると思うんですよ、だから強い店がなんかいくら出せって言うたら
ある程度抗えない部分っていうのはあると思うので、だからその例えばジリームも自体も、まあ、3店舗、うん、3店舗って言ったらいいかな、そうです、どういう点かな、3店舗ですね、まあ、3店舗あるとして、東京に大阪1ですからね、 そうそう、そこの店舗はやっぱ数が多く取れるのは仕方ないと思うよ、まあ、でそこがいっぱい取ったとして、うん、で実店舗用を通販用を、うんうん、ほんで、あとは東京都内とかが、うん、まあ、お客さんとかその、まあ、人が多いとこのお店、うん、人口が、うん、ブラスユーザーが多いとかいうんじゃなくて、うん、でそこの実店舗用、うん、でそこの通販用とかになってくるし、まあ、強いてはアマゾンでいくらあるんか分からへんけど、うん、トイザラスに関しては、うん、毎回毎回200個とか300個近く、うん、ぐらいぐらい入れてると思うから、うん、300個って言ったら、うん、もう1割下手すりゃそうです、ね、ブライスの製造数の、うんを取ってるっていうことになるからとんでもないことなんよ、ね、仮に300だとしたらそういうことになりますからね、そうそうそう、300かどうかまでは分からんですけど、でも、まあ、毎回200人が購入してますって出るから、そうやね、まあそれぐらいの数やとは思われるんですよね、うん、1人が3つとか4つとか買えるからね別にあそこ、うん、そうですね、うん、それを思ったらね、だからもうあとはなんかそのいつも扱い数が多いところが、うん、やっぱりなんかこういつもよりも余計欲しいとか言ってからになるところあるし、なんか問屋さんの中でもなんかこうやっぱりまあ順位もあると思うしね、うん、そんな中で買いなんか取り合いもあるし、うん、だからなんかこうある程度なんか扱ってるお店が多い問屋さんになったらもうなんかこっちで振り分けますからもう文句言わんでくださいすいませんみたいになる時もあるし、それはもう人間が味ることなんで、うんうん、もうだからどうしてもなんかあのもう予約取ってしもたんやってかごねるお店も出るし、ああそれはあるね、うん、だからなんか途中からなんかこうごねても振り分けないですよみたいななんかこう正し書きがついてきたりとか、問屋さん大変や思いながら見る時もありますし ね、まあ、ね、もう人間同士がやじろこっちゃからな、ね、もうそういうのはあると思います、うんうん、もみじさん、ワルゾネコさんのご都合で大丈夫なので、ジャマニアパネット楽しみにしてます。2ヶ月後、3ヶ月後、半年後でも待ってます。そんなもう。なんか申し訳ないような、うん、ありがたいな、ね。毎月できたらええんやけどね。本当はね。本当はな。うん。もうちょっと頑張って作っていきます。ローザパルモさん、今日もいろいろ聞いていただいてありがとうございます。楽しかったです。おやすみなさい。いや、こちらこそありがとうございます。猫ちゃん、ただ、焼肉でも焼ける肉でも飯テロに感じる、ネムネム。いやいや。チクタクさん、本物のブライスはメイクもドレスもトータルコーディネートされていて、いろんな人が可愛くなれと思いを込めて想像されたのを感じます。偽物にはそれがないんです。まあ偽物も、うん、まあパッとでやわな、うん、正直そうです、ね、だからなんかこうパッと場当たり的になんか受けそうなものを作ってる感じは、まあお笑いに例えたら元気な大学生やわ、うん、あうん本当に、うん、別にこう考えられたコントでも、うん、考えられた漫才でも、うん、落語のようなオチも期待せず、うん、元気だけで人前で俺は面白いことできるんだでって飛び出てきた大学生が、うん、本当に元気なだけで面白くないっていう、あ、うん、そのパターンやろ、うん、お笑いに例えたらな、うんうん、母さん今日は3時間ですがいつもより1時間も短いっていう、そうですねちょっとねその辺をちょっと考えながら、そうですね、うん、ちょっとなんか最近やりすぎが続いてたのでね、いやいやありがとうございます、チグタクさん今日も楽しい話ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ナツさんライブとっても楽しかった、ありがとうございます。またリアタイに巡り合いますように。ああ、そうですね、ありがとうございます。ワッフルさん今日お疲れ様です。終わったらお菓子を お菓子王子決定戦聞いてきますって。ああはいはいはい、いいですね、うんうん、ラプラネットレッドさん貴重なお話こちらこそありがとうございます。 やっぱりティーポット可愛いですって。このティーポット ね、いいですよね。このなんか寝たり起きたりするところがいいですよね。あ、京子さんもこちらこそありがとうございました。お疲れ様です。水垣さん、遅くまでこちらこそありがとうございます。ピーなしで最後まで聞けて楽しかったです。こちらこそありがとうございます。またねこれも一旦なんか編集しての再アップということになると思いますので、うん、本当はねこのままなんかこうアップできたらいいんですけど、 やっぱりいろいろ口が滑ってますんで滑るというか別に、うん、まあ別にええけど、うんうん、まあね、うん、やっぱ変な勘違いするやつが、ああ、そういうのも出たらいかんので、そういうところをちょっとね、うん、そうそう、まあちょっとぼかしつつやらせていただきます、うん、まあ、こんな感じで今日はなんかお茶会と言いながらなんやかんやで、うんうん、どっちかというともう喋り続けてしまいましたけど ね、まあまあ楽しいんで、うん、また、うん、こんな感じでやらせていただきます。またライブもラジオもやると思いますので、ニコリさんもなんかまた楽しいライブとか、あ、ニコリさんありがとうございます。またライブもさせていただきます ね、うん、あ、小道さん、前回の4時間ライブ1回聞き終わり2回目に入って、2回目
いやいや、あの長時間をもう長い件偉いでほんま。あ、神渚さんもお疲れ様でした、ありがとうございます。トモトモさん、バロソさんのアウトフィットをゲットできる日を夢見てお布団に入ります。おやすみなさい、ありがとうございます。お疲れ様です。セイムさん、少しだけですが参加できてよかったです。あ、こちらこそよろしくお願いします。またアーカイブ後にしますので、はい、ピヨピヨ太郎さん、ありがとうございます。楽しい嬉しいさん、ありがとうございます。ゆきえさん、ジェミグミさん、ありがとうございます。おやすみなさいませ。そしたら、長いことをして、お盆休みやから言うてな、ね、やっぱりこう、ね、うん、家の仕事があると思うけん。うん、あ、かおりさん、またブラシは持てない初心者ですが、楽しく聞かせて、あ、ありがとうございます。いいです、もうわざわざ聞いていただいて、ありがとうございます。勉強になれば、うん、なんか余計なことも言うてしまったら、まあ、楽しかったらね、まあ。楽しんでいただければ幸いです。うん、中陳さんもありがとうございます。そしたらもう今日はこの辺にさせていただきます。でですね、長時間にわたりお付き合いくださり、ありがとうございました。なんか最後、綺麗に言えたね。よかったな。うん、まああとまた残ってる紅茶俺飲むわ、はい、あ、そうですね、うん、じゃあ今日はここまででさせていただきます。最後までお付き合いくださりありがとうございました。おやすみなさいませ。どうもお疲れ様です。おやすみなさい。